はいじゃそれではですね、えー、本日の一年合格専用入門講座の全体構造編の講義を進めていきますえっと全体構造編はですねまあ一年合格専用の入門講座の中ではまあ次回から本論編ということでまあ民法から始まってまあ民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法憲法行政法というかですね両筆試験のまあ基本七科目についてのインプット講義っいうのを行っていきますがまずそれに先立って今日は全体構造編ということになりますのでまあこれからは一年合格コース自体がまあ法律を初めてまあ勉強される方という のの前提としてますので、まあ、実際に法律の勉強というのはどういうふうに進めていくのかとか、まあ、あとは、講義の中でどういうふうに予習復習していくのかとかおそらく最初の段階でまあ法律の基礎的な前提事項であったりとかね、まあ、そういうことを確認しておかないと、まあ、勉強するにあたってもまあ迷子になってしまうということも多くありますので、えー、講義の中でまず最初に先立って、まあ、実際予備試験の求められるまあ試験で必要な知識であったりとか、まあ、そういったものがどういうもので,で実際どうやって習得していくのかみたいな なことについて、えー、今日の中で全体構造として扱っていきます。で特にまああのまあ全体構造だから中身関係ないだろうという思いきや結構そこの。 法律の読み方とか、もしくはこの後やりますけれども、判例といって最高裁判所が出した事件に対する判断の考え方とか読み方とか、まあ、そのあたりのところというのをまず、あの一番最初、前提みたいなものを押さえておくだけで、まあ、講義を受ける上でも全然有益だと思いますので、まあ、今日のところはもし、少し勉強を触ったことがあると、まあ、法律の勉強で少し触ったことがある方も、まあ、再度、再確認というような形で、ねえー、しっかり見ていっていただければと思います。でまず1年合格専用入門講座については えーまあ、通常の入門講座とは異なってもうとにかく予備試験に、えー、特化する形で進めていきます、えー、ですから、まあ、受講生の方というのは基本的には2023、えー、年の予備試験ですね、まあ、来年は2か月ちょっと後ろ倒しになりますから、えー、今年までは担当が5月とかだったんですけれども担当が7月とかででそして論文が9月という形で、まあ、来年の7月ないし9月に行われる、えー、試験ですね、まあ、実際皆さん担当を受けなきゃいけない担当式は全員7月で本番になるのが担当を突破した人のまあ ちょうど主戦場なのが論文ということになりますがまあ論文が9月に行われるまあその予備試験での合格目標ということになります。 でそうすると、じゃこの1年入門講座の中でどういうことをやっていくかというと、とりあえずもう法律7法を全部詰め込まなきゃいけないんですよね、どうしても。で特に実務基礎科目というのが2科目あの論文ではありますし、あとは今年からです、ね、2022年の試験からは論文式に対しては選択科目というのが入ってくるので、まあ、基本7科目プラス実務2つの選択1でトータル10科目の法律を学ばなきゃいけないと、でそのうちの7科目というのが、やっぱり骨子になるので、まあ、そこの部分について、まあ、予備試験のとにかく論文式で 問われるととこころってのを徹底的にに進めていくっていくうことになります、えー、ですので、講義の流れとしてはまあ通常まあ民、民法を例にとると100学ぶことがあったとっいう場合にはまず入門講座の中では論文式で問われるところというものをまず徹底的にやっちゃう感じになりますですから全体を100だとするとまあ論文で深く問われるところとまあ担当でしか問われないところってある程度分かれているんですね。 で担当でしか問われないところが、まあ、大体6割ぐらいを占めるんです、実は。なので、まあ、入門の中ではその4割というものを論文で問われるところをもう徹底的に事例解けるように、特にまあ論文対策ということなので、まあ、論文式試験で実際に答案が書けるというところをまあ目指していくということになります。なのであの講義やるにあたっても そうすると一般的には担当でやるべきところというのは講義の中では軽く触れるにとどまります、でそれはあの特に心配しなくていいです、あの1年コースの場合はその最初に論文を徹底的に詰めた後にそのこの1年コースの入門が終わった後に担当講座がありますからその担当講座の中で担当プロパーに当たるところっていうのはまあ過去問を潰しながら全部やっていくということになりますので最終的にはもう全部をしっかりと詰めていくということになりますがその辺をしっかり割り振りを持ってね進めていくことになります。 でそうすると、まあ、この1年コースの入門講座というのは、まあ、結局、突き詰めても予備の論文を書けるようにするという講座になりますで特に民法が終わると講座の設計上すぐに論文指導というのが始まりますでそうすると、論文指導は民法が終わってすぐ予備試験の過去問を、まあ、毎年2年分から3年分という形で実際に答案を検討していって実際に起案をしてもらうと。 提案をしたものについては、まあえー、添削フィードバックという形で進めていくので、そうするとまあ入門を受け終わった段階で、ま,あ、まず論文が書けるという状態に、えー、なっているというのが一応、ね、あのコースの目標になります、そうすると、ちょっと少し、えー、この1ページ目ですかね、今日のレジュメの1ページ目になりますけれども、じゃあ、どうやったらじゃあ論文書けるようになるのかという話なんです。でで特に論文っていうのは あのこれから特に初めて法律の勉強をされる方であったりとかあとはまあ例えば大学生の方とかで学部でちょっとまあ期末試験とかでちょっとえ問題でそういう記述的なのを書いたことあるなという方とかだと結構、イメージとしては自分の考えを書くというイメージの方も結構いらっしゃるんだけれどもあの予備試験に限らずなんだけど法律の論文式試験というのはあくまでも論文式試験であの自分の考えを書くことっていうのは全く求められてないんですね。 例えばまあ民法であれば具体的に事例としてドンと問題文が出てきます、そうするとなんか A さんと B さんとか C さんとか何人か出てきて、まあ、貸した金が返ってこねえとかね、えー、なんか明け渡しを求めたいんだけれどもずっと土地になんか知らないやつが住み着いているとか、えー、もしくは車にひかれたから金払ってほしいとか、まあ、そういった形の具体的な法律の紛争みたいなのが出てきます。でそのの具体的な法律の紛争に対してじゃあ えー、スさん、まあ、さっきは A さんだったかな、A さんとしては、えー、んどんな請求ができて、その請求が認められるかどうかっていうのを、まあ、相手方の反論を踏まえて答えてくださいみたいな形で、まあ、具体的な事例を解決することを、まあ、文章形式で書いてくれという試験です。え、ですから、あの、極端なし正解があります。 まあ完全な正解というわけではないのかもしれないけれども例えば普通の,その法律の勉強をしっかりやってきてで最高裁判所の立場というのが分かっていればまあこの結論に至るだろうみたいな感じの問題になっているのでまあ基本的にはまあ あの結論が、ね、その評価によって分かれる、えー、なんかある程度さ、その事案の内容によってはこれを請求通るって人もいるし通らないって人もいるみたいなある程度の違いはあるかもしれないけどそこに至るまでの筋道であったりとか使うべき論理展開みたいなものは基本的にはもうあの決まっているような問題が出ます、えー、ですのであ,のあくまでもその事例を処理するということが、まあ、丁寧にできればその論文というのはそんなにむず、まあ、難しいっちゃ難しいんだけれどもそんな、まあ、早い段階から十分に対策ができる試験ということになります。 で特に民事系というのは民法とか商法とか民事訴訟法といったように、私、まあ、人と私人との対立を紛争解決するのがまあ民事というやつで,で、7科目というのは大きく振り分けると、最初の3科目は民事系になります、民法、商法、民事訴訟法という形で、私、まあ、人と私人との間の紛争トラブルみたいなものを潰していくと、まあ、いうことになりますが、で刑事系というのもあるんですね。 で次に扱うのが刑法刑事訴訟法という刑事系ってこれは何かって言ったらまあ端的に誰かに犯罪が成立するかどうかの話ですそうすると事例問題はもっとシンプルでえなんか江さん、乙さん、兵さんみたいな人が現れてなんかもう問題文いっぱいに法に触れそうなことたくさんやってくれるんですよで法に触れそうでたくさんやっててえこの人に対して何罪が成立するかっていうのを答えてくださいという問題ですそうするとそのやっぱり回答はありますよね えーまあ、なので、まあ、刑事訴訟法も含めてそういう、えー、特定時の具体的行為についての犯罪の成否を検討するというのが、まあ、刑事系最後にやる憲法と行政法これは何かというと公法と呼ばれますでなんかどこが違うのかというとその憲法とか行政法はその民法が私人と私人との争いなんですよねだけど憲法とかあの行政法というのは私人と権力との争いなんですよね まあ,ある法律とか条例が作られてえ例えば駅前の広場で街頭演説するなみたいな条例が作られればそれは国民の側からすればね表現の自由というのがあるわけで,でその表現の自由を侵害されたということで国と戦うとまあ行政法であればまあ行政が営業停止処分をなんか言われなくやってきたとえ例えばね飲食店経営しているでなんかそんな身に覚えがないような。 営業停止に対して不服がある、なんとか法律での力を借りてその営業停止の効力を失わせたりとか、もしくはその営業停止で生じた損害賠償を求めたいみたいなのを要するに国や公共団体に対して行うというまあ権力と争うのが広報系になる、そうすると結局、どの問題であってもそういう計量は違うんだけれども、やることは同じなんですよ、例えば民事系とか広報系であれば、具体的な紛争に至る経緯みたいなのがばーっと問題文で示されていて。 で一方当事者の主張とか相手方の反論から、えー、当該の主張が認められるかどうかで刑事系であれば、まあ、先ほど触れましたが特定時の具体的行為について犯罪の成否を検討するでこれは予備試験じゃない試験だとあの事例問題じゃないものというのはそこそこに出るんですよただ、あの予備試験そしてこの後予備試験を受かった後の司法試験では、まあ、ほぼ100%今、事例問題になっていますでこれはなぜかといったらもう実務課登用試験だからです。 あの予備試験、司法試験に受かった後にまあ裁判官、検察官そして弁護士になるということは前提ですからそしたらもう具体的な事例が解けなければ意味がないので試試験験もそういうういいいになってるっていうことこですだからまあ難しく考えずにその例えば民法とかの事例だったら結局、弁護士になって法律相談を受けたときにどのような法的なアドバイスを依頼者に対して出せるかということをちゃんとした法律家の文章として提示すればいいという話です。 で例えば検刑事系だったらシンプルですよ、ある犯罪事実があったときに、あなたが検察官であれば、何罪でその人に対して起訴するのかということを、まあ、実際に考えてくださいという問題に尽きるわけでしょ、そうすると、まあ、正解があるというのは、まさにそう、つまり法律家だったらこういうふうに書くべきだというのが絶対あるんですよ、だその部分について問われていると思ってください。なのでそので論文っていうのはその 結局事例をしっかり分析をした上えで、まあ、法律家の作法に従って文章を書くということになりますじゃあ具体的にどうやって書くのかというのはそれはまた講義の中でやっていくんだけれども今日は事例問題というのをとりあえず慣れる中で法律どうやって勉強するのかというのをやっていきますでまずじゃあ事例問題ってどういうものがあるかというとちょっと2ページにちょっと例を出しました、えー、ちょっと身近な例、えー、ではありますけれども、まあ、例えばこういう問題ですね <laughs> まあ特にこれは法律知識とかは今回前提にはしないので、まあ、見てもらってああこういうような、えー、ことなんだなとか思いながら読んでくれればいいんですがまずあの平成12年の1月5日 X は Y に対して返済期日を1月5日翌年年ですね平成13年の1月5日として100万円を貸し付けた、えー、けれども Y は一向に返済してくれないわけですねもう金貸したけど返してくれないで X は平成30年の10月7日、まあ、これは大体貸してからすごいですねこれ17年ぐらい経ってるかな。 8年後ぐらいですね、えー、平成30年の10月7日、Y に対して、まあ、いい加減貸した100万円を返してくれと口頭で催促したで口頭で催促したところ、Y としては、まあ、もうすぐ大きな仕事の収入が入る予定だから頼むから年末までになってくださいよと、まあ、いうふうふに懇願をしたとため、X はしぶしぶこれを応じたと分かったんじゃ待,つとで待ったんだけれども、まあ、Y は X に対して一切返済することなく現在に至っている状態です。 X としてはとりあえず金を返してほしいわけですから、まあ、問題はこれなわけですよね。X は Y に対して100万円の返還を請求することができるかという問題です。で例えばこの問題をじゃあ実際論文としてまあ問題が出題された時に、まあ、どういうことをやらなきゃいけないかというね、えー、ことをまあ一緒にやってみましょうということになります。ではねじゃあ最初に、まあ、この問題を解くときにすごく大切なのがあの まあ誰が誰に対して何を求めているかということをまず考えてみましょうそうすると本件ではまあ問題文にあるとおり、まあ、X が Y に対してまあ貸した100万返してくれとまあいうふうに言っているわけですよということはまあそれをまあ請求できるかを聞いているでじゃあその時にまに、あ、これは法律の勉強ですからあのどうして返せと言えるんですかねということですでどうしてこの人は X は Y に対して貸した金を返せと言えるんでしょうかと貸したから当たり前じゃんって思うでしょうそこからまずちゃんと法律になっています 必ず何らかの法的根拠があるんです。で、で特にえっ、ー、とまあ、講義の中では六法をね。実際あの引いていきながらやっていくことになるんだけれども、まあ、今日はあのお手元に六法がなくても大丈夫なように使うべき条文はレジュメのですね。えっ、ー、と、後ろ1番後ろの9ページとかにドンと載ってますので、まあその9ページの方でまあ、ちょっと使いながら説明していきます。じゃあどうして解析請求できるか？ まあ貸したもんだから返すのは当たり前だろうと思うかもしれませんがえ実は法的な根拠というのがありますえ少しレジュメの方で先に見るとですねあの民法では条文を引いていくと587条という条文にまあこんんなのがあるんですよえ消費貸借はえ当事者の一方がえ種類、品質、数量の同じ物を持って返還することを訳してえ相手方から金銭その他の物を受け取ることによってその効力を生じるとまあ書いてありますよね。 でこのようにまあ条文というのはほ他にも166条だと債権は次に掲げる場合には時効によって消滅するなどさまざ、あ、まあ民法に限らず条文というのがこう並んでいてでこの条文というのは必ずですこれは必ず要件と効果というものできていますこういうことをやるとこういうことが起こりますだから民法って何のためにあるのかといったら私人と私人との紛争をまあ解決しないわけ。 でその時に、こういうふうなことが揃うとこういう効果が生じますよということが条文でバーっと述べられているでこれは別に憲法とか刑法も同じなんですよ、えー、例えばです、ね、まあ、要件、効果というのは最初にちょっと順番は、ね、行ったり来たりしますけど4ページちょっと見てもらっていいかな、えーまあ、条文というのは、まあ、どんな条文でもそうですけれども、えー、要件と効果というのができていますだからある要件が揃っていると。 まあ例えば法律要件で何かしらの要件が揃っているとこの要件を満たすとまあ何らかの形で効果が生じるという形ですね、まあ、こういうふうな形でできていますそうすると例えば先ほどまあの消費代謝契約という条文もそうだけど例えばこの94条の1項というものこれは今日の講義だと後半は結構民法の本格的な内容が入っていくので え最初にちょっと紹介するとですねえこの民法94条というのはこういう条文なんです相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効とすると書いてあるんでしょこれはまず分析すると前半と後半で分かれるんですよえつまり相手方としてした虚偽の意思表示は無効とするでこの無効というのが効果なんですよねまあつまり例えば契約でまあ意思表示って書いてありますけどまあ,ある法律効果に向けられた あの意思の表明示というんだけど、まあ、例えばこの条文を見ると、まあ、この相手方を通じてした虚偽の意思表示というのが揃うとそれは無効になるということですそうするとこれ、またす細かく分析すると <laughs> まあこの3つに分解できるわけ、まあ、相手方を通じてした虚偽の意思表示というものは無効であると。 そうするとこれはどういう,ふうなことかというと、まあ、具体例でいうと A さんと B さんとの間で例えば、お互いに売買をするつもりはないと A さんは売るつもりがない B さん買うつもりもないという状況にもかかわらずお互いに通じるということは意思を連絡して、まあ、A さんと B さんとの間でお互い売り買いするつもりはないけれども、まあ、通報して売ったこと、買ったことにしちゃいましょう。 というふうにしたものが、この1、2、3の要件を満たしますよね、相手方と通報をして、真実とは異なる意思表示をしたということは、このように売ります、買いますみたいな、例えば A さんと B さんとの間で、まあ、虚偽のこういう形で通報をした上えで、売買契約があったかもあったかのような、そういうような意思表示をしたとしても、それは効力を生じないという条文なんです、だからそうすると、この94条1項の要件を満たした場合には、これは無効になるということです。<laughs> だからまあシンプルなんでしょ要するに A さんと B さんで売る気も買う気もないのに売買契約成立したことにしたとしてもそれは売買契約としては成立して効果は生じていないとつまり、それは売買の効果はないから、まあ、今日すぐやりますけど例えば A がパソコンを持っていてパソコンを AB 間で通報して売ったことにしたとしてもその所有権は B には移らないんですよそのような売買契約らしきものがあったとしても所有者は A のままというのがこの94条1項の条文ということになります。 でそうするとそれと同じように例えば、その下の下に、ねえー、刑法199条これ刑事も同じなんですよ結局、人を殺したらこんな悲惨な目に遭うよと、えー、死刑無期もしくは5年以上の懲役に当たるって書いてあるけど結局、これも要件・効果なんですよ人を殺すっていう要件です、えー、つまり人を殺すという要件を満たすと、まあ、こういう刑罰権が国家に発生するよということでしょなのでどんな条文でもやっぱり要件・効果で分析するそうすると本件を戻りますさっきの <laughs>、 消費対策契約を見るとこう書いてある、えー、消費対策はのあとですけれども、まあ、ここです当事者の一方が種類、品質、数量の同じ物を持って返還することを訳すそして相手方から金銭その他の物を受け取るこの2つが要件になるで民法に限らず法律勉強する一番大きなのはこの要件・効果の分析というものは、まあ、正直なところ自力でできないでしょう。 なのであのこういうふうな要件というのはこの問題はこれとこれに分解できますよみたいなものを、まあ、やっぱり、えー、学習していくことが必要になるで一応、これはもちろんあの民法の勉強でやるからねそうするとこの消費代謝契約の要件というのは要は同じものを返すよって約束すると、まあ、でここでなぜこういうふうに種類、品質、数量の同じ物って書いてあるかというとお金借りてお金返す時って全く同じお金返すわけじゃないんですよね。 その投資番号も全く同じものをねそのまま返すわけではなくてまあどこかからお金を調達してきて返すわけだから全く同じ物じゃないからこうやって種類、品質、数量の同じ物って書いてあるでだから100万円借りたらちゃんと100万円調達して返すよってことを約束をしてでそのお金を受け取ると効力を生じるということですね <laughs> じゃあ今回はまあこの効力を生じるってあるんだけれどもえじゃあ契約っていうのはこういうふうにまあ 相手との間で意思が合致するというのが、ね、契約ということになりますけれどもじゃあ契約の効力とは何かでこれはもう知ってなきゃできません契約というのは基本的には2つの効力がある1つは例えばですよ売買契約、まあ、これはちょっと例として挙げますけれども例えば A さんと B さんとの間で、まあ、これ、まあ、S というかこれ売買ですね <laughs>、えー、売買契約が成立して例えば A さんが <laughs> えこれパン屋さんだとします A さんがパン屋さんで B さんがえお客さんだとしますでパン屋さん行って、まあ、お客さんがです、ね、このパンちょうだいって言って A さんがいいよって言えばそれでも契約成立です、えー、売買契約っていうのはもうシンプルに売ります買いますがガチャッと合致すれば成立するじゃあそうすると成立すると何が起こるかというと契約の効力っていうのはこれはちょっとここに書いておきますけれども一つは債権が発生するんですね。 債権、えー、の発生源というゃあ債権って何だって話。話、これはもう今日しっかり押さえてて債権というのは人から人に対して何かを請求する権利のことを債権と言います。えー、ですから、えー、この債権というふうに書いてあるけれども、まあ、人から人に対する、えー、請求権のことを言います。 講義上、SK とか略してるときはこれ請求という意味で使ってますので、あの答案書くときはちゃんと漢字で書かなきゃいけないけれども、少しあのよく使うものなんで、請求って書いちゃいましたけど、SK って書いてますが、これ請求権です、でそうすると、じゃこの事例に当てはめていこうか、えー、パン屋さんでパン売ります、買えますって成立するとどうなるかってパン屋さんはお客さんに対して金払えているようになるわけですよ、つまりこの契約が成立することによって、A は B に対して、代金請求権というね、えー、債権を持つことになります。 じゃあ B さんはえ B さんはどうなるかというと B さんは A さんに対してパンをよこせって言いますよねですからもともと全くの別人だった、えー、全く別人だった A さんと B さんという人が契約を結ぶことによって A さんと B さんとの間であれしろ、これしろという拘束が生まれるんですよ。契約って だから契約って結んでしまうとそういうふうに債権が発生するので、えー、この契約が成立することで A さんと B さんとの間で A さんはお金を払え B さんはパンをよこせという請求権が発生するということになるでこの請求権というのが発生するのが一つであともう一つなんだけど今回の消費対策とはちょっと出てこないんだけれどもこのパンというのはやっぱり基本的には物なわけですよでパンというのはその物が存在していてこれは契約が成立するまでは A さんのものです A さんの,ものです。だってパン屋さんがパン自分で焼いてパン自分のものを売っているわけだからですが契約が成立するとそれによって直ちに B さんのものになりますでこれは物件と呼ばれるものですだから債権と物件というのはしっかり分けないきゃいけなくてえ物件でこの物件というのはまあこっちらの書きますけど物に対する支配権なんですね。 物に対する支配権のことを物件と言いますで、この物件というものが変動するという物件の変動原因とも言われています、でそうすると結局、売買契約が成立すると、このパンは所有者は A さんのものだったんですよ、要は A がこう支配していたものだったわけですね、もともとはパン屋さんである A さんがパンを支配していたわけだけれども、契約が成立することによって、直ちに B がその物件、まあ、支配権ですねというものを得るようになるとということはこの契約っていうのはなかなかすごい話で意思と意思がガチでポーンとするとこれだけのことが同時に起こるんですでその時にやっぱり物件と債権っていう区別がすごく重要で人に対する請求権というのが発生するのと,ともに物に対する支配権も動くっていう2つのことがあるわけねでちなみに これは後で民法で書いていく民法でもこれ規定があるのよ。えー、民法の176条で <laughs> 意思表示があると物件は動くという規定が実はあってですね、まあ、これはまたえ民法の学習の中でやりますがえ民法の176条をちょっと移しますね、あのー、こちらはね176条でもこんな感じ、えー、まあ物件のこんな感じですかね。 えー、物件の設定および移転は、まあ、物件というと難しいけど例えば所有権とかそういうやつですでそういった物件の、えー、設定とか移転は、まあ、当事者の意思表示のみによって効力を生じるということですから A さんと B さんとの間で契約が成立すれば所有権の移転の効果は当然に生じるということになりますでじゃあちょっと話を戻しますでそうするとこの契約の効力っていうのは債権が生まれて物件が動くという、まあ、効果が生じるじゃあ今回の消費貸借契約はどうでしょう えー、この2つの要件をもし満たした場合にはこの効力を生じるということは結局これは貸した側はかか借りた側に対して返せという請求権が発生するということですつまりこの効力が生じるというのは、えー、債権つまり貸したものを返せというというまあ 効果が生じるとということはどういうことが言えるかだから金返せって言えるんですつまり貸したものは返せって言ったのは結局この587条の消費貸借契約というものが成立したそれによって、えーまあ、言ってみれば債権が発生するで債権というのは請求権だからえ貸した人は借りた人に返せと言えるようになったよということですででちなみにあのこれもちょっと余談ではあるんですけどあのよくあの貸してる人を債権者借りてる人を債務者 っていうふうふに言ったりします、えーまあまあ、債権の世界では <laughs>、えー、請求を披する人を債権者請求を受ける人を債務者といって,言って通常の金の貸し借りだったら貸している方が債権者ということになるんだけれどもあの必ずしも売買契約みたいな場合だとこれはどっちが債権者ですかというふうふに言われたときにはこれ一義的に答えは決まらないよね。えー、つまり、A、さんというのは パ,売りパン屋さんですねパン屋さんというのは代金をよこせというふうに言えますからえ代金請求に関しては債権者ということですね請求する側だから債権者ということになるけれどもパンよこせという引き渡しに関してはこれは請求を受けている側ですからえ債務者になるわけですですからこの A さんは債権者ですか債務者ですかって言われたらこのある特定の権利をによって変わってきますだから代金だったら債権者引き渡しだったら債務者みたいな、まあ、そういう形で、えー、なっていくわけです。 じゃあちょっと話をその踏まえてさっきの事例問題に戻るとねここからちょっとサクサクいってみましょうか、えー、するとこの人っていうのは先ほどの消費貸借契約の要件を見ると、まあ、見ると100万円貸し付けたって書いてあるんですでこれはあの、えー、と民法とか民事実務とかで聞かれる話なんだけど一般的なの貸し付けたっていう言葉は返す約束のもとお金を渡すことを言います その例えば100万円貸し付けるとか1万円貸し付けるみたいな言葉がついているときには、これは通常、返すことを前提として合意してね、返還の合意と、金銭の授受を合わせて一般的に貸し付けたという葉を使います。ということは、この事例では、この、 えと平成12年の1月5日に貸し付けたということをもって消費対策契約が成立しているわけです、さっきの、ねえー、返還合意と、えー、金銭の授受がなされているからだから民法587条に基づいて返還請求権が発生しているから返せと言っていると出発点はそこなんですよ、ま,あ、まず X が Y に対してなんでこれを請求しようとしているかというと、まあ、民法587条で <laughs>。 まあこれは細かい話はねまた後でですが金銭消費貸借約が成立したそれに基づいて返還請求権があるんだということですですから必ずあの法的根拠があるとだから請求する側でもどんな請求でもそう もう要件満たしているからこの効果が発生しているからあなたやりなさいよっていう流れになるわけです。そうするとこと金銭消費対策契約が基づいて返せと、でちなみにこれあの細かい話になりますけれども期限過ぎてますねえ、平成13年1月5日に請求できるという約束です。いいですよねえ平成13年の1月5日に返還期日として決まっているから、その請求権は1月5日から使えるわけですから、そうすると、まあ、平成13年の1月5日。 まあ今回返済期日だから到来かなえ平成13年の1月5日が到来しているわけだから金返せって言えるということですじゃあこの事例問題しっかり読み解いていきたいんですがあのもしこれで Y に反論がなければ終わりですもう Y に反論がなかったらもう請求権があるんだから終わりじゃあどうするかって今度は Y の側から何か反論があるかってことを考えていくでじゃあこの事例を見たときに何か Y としては返さなくてもよさそうだっていうことはどっかないですかねまあ なんとなくね、これはあの聞いたことあると思うけどあの、かなり時間経ってるよね、これね、もう平成13年が返済期日で、えー、平成30年が、えー、もう過ぎた段階で、かつ、もうその後も返してないってことは、まあ、もう今の令和4年ですから、これ、令和4年を前提とすると、20年あ4、だからね、20年しか返してない。とすると、なんか聞いたことありますよね、なんか時効っていう制度。 えまあ借金だったらなんかしばらく返せないでバックれてれば返せなく良くなるとかね、えー、それ消滅事項ってねあと取得事項だったら人のもんでもずっと持ってたら自分のものになっちゃうみたいなね、まあ、そういう制度ってのはなのは聞いたことあると思うんですがどうやら Y としてはそういうことが言えそうな気はするそうすると Y としてはなんとなく金返したくねえから、えー、じゃあ俺時効が過ぎたからもう俺は返さねえぞっていうことを言いたい。 じゃあその時に、じゃあ法律家であればどうしなきゃいけないかというと、その法的根拠を示すんです。もうじ、もう長いこと返してねいから返さねえぞ。じゃあダメなわけな。そしたら条文に探してみると、実はいるんですよね。じゃあちょっと見ていくと条文ではですね、少し、えー、行ったり来たりしますが、まあ使い、使えるように全部くっついてます。166条。えー、債権の消滅事項ってのがあります。で、この債権って言葉は今日やったから、あの、わかるよね債権っていうのは、えー、請求権です。 人から人に対する請求権は次に掲げる場合には消滅すると書いてあるということで要件はこれだよね次に掲げる場合が要件ですわで次に掲げる場合を満たせば時効によって消滅するという効果が発生するということは Y としてはこの次に掲げる場合のどれかに当たるということを主張すればいいんだ次に掲げる場合のどれかに当たるってことであればもうこの請求権ないから俺は返さんっていうじゃあこう,う12ってあるでしょ まあどっちかを満たしていればいいんだけれども、今回ちょっと話、説明しはね、この1号に当たるんですよ、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間行使しないとき、これが要件になってます、次に掲げる場合という、この部分が、これはまあイ,イコールでこうなってるわけですね。じゃあ、ちょっと確認してみましょう。じゃあ、債権者が権利を行使できるっていうのは、これ、どういうことを指します端的に金返せって請求することでしょう。 権利するつまり債権者が権利行使できることを知った時っていうのはいつでしょう普通契約結んでたら弁済機が来れば返せって言えるはずだよねということは平成13年の1月5日になれば普通は債権者は権利を行使できることを知ってるはずですでいいですよねということは平成13年の1月5日がこの債権者が権利行使できることを知った時に当たるわけですでそこから5年間行使しない 時には消えちゃうんですよね。ということは、この5年間行使してないことを Y は主張できればいいんです。そうすると、じゃ実際見てみましょうか。じゃ今回権利が行使できることを知った時は、平成13年の1月5日と考えられる。いいよね。つまり、平成13年の1月5日から5年間行使しなければいい。5年間、 ですでこれはまあ見てのともり平成18年の1月5日ということになりますね。ということは結局これっていうのは平成18年の1月5日がもうすでに来てますよね。ということはこれによってで消滅したんだって主張になる。 これは民法の166条の、これ、1項1号。この後やりますけども、条文はね、何条何項何号って順番で言います。ですから、166条の1項1号って読むわけだけど、そうすると民法166条1項1号によって、この、権利行使できることを知ったときだよね。これ、権利。 この権利を行使できることを知ったときというのが13年1月5日でしょう、普通ね。金貸してる側としては普通知ってますからね、えー、弁済期が決まっていればその日に返せということは当然知ってますから、えー、その請求できることを知っているのがこの年ですから、そこから5年間ほったらかしにしたことによって、この年ですね、平成18年1月5日に時効によって証明した。ということで結局、この返還請求権について断崖してるんですよ、こういう感じで。という感じです。そうするるとと今度は Y の側に法的根拠があると つまり X の側の法的根拠に対して Y の法的根拠で潰していってるわけです。ということはここで X が何も言えなくなれば X の負けです。ということですね。じゃあ X としては何か反論があってそれに対して何か法的根拠のある反論が言えるかで言ってみればこの事例問題を解くためによく言われてるのがなんか論点とか論証とかっていう形でなんか何かを探して書いていくっていうのは事例問題の中ではあまり得策ではないんですよね。言ってみればキャッチボールなんですわ もう要するにボールのぶつけ合い、X が Y に対してボールぶつけて、それを受け止めて、Y が投げ返してるんです今で、今度は X が投げ返せなかったら、X に当たって、負けです。だからど、どっちがその手が尽きるかっていう最初のほぐし方が必要になる、そうするとなんか、Y としては、とりあえず時効だから返さねえって言ってる、じゃあ、それをじゃあ受けて、X は生の事実としてどういうことを言いたい、お前、そんなこと言うなよっていうことを言いたいわけです、でそうすると問題文の中の事情を見ると、こういうふうになってます。 えとまあ、何か知らないけど、Y に対していい加減に貸した100万円返してくれと言ったところ、Y は、えー、も,うもう大きな収入が入るんだから、頼むまで年末まで待ってくれやというふうふに懇願しています <laughs> で。よく考えてみたらあの、金借りてることを認めてるじゃん、この人。ですねまあ、ちょっとこ細かい話はまた次やるんだけど、あのこの人って一回金貸してくれっていうふうに言わ、お金を返すときに、 そのもう少し待ってくれって言ってますよねで考えてみたらこれ年末まで待ってくれって言ってるけどこれ金借りてることを認めてますよねで一般的にはそれを債務の承認とか権利の承認って言うんですよこれは法律用語だと権利の承認って言うんですとするとなんかさ X からすれば 時効で消えたなんて言ってるけれどもあんたは返すって言ってるだろうっていう話になるわけですじゃあこれをなんとか法律的に構成できないかって話だじゃあ法律的に構成できないかっていったら条文があるんだよねだから民法の勉強でもうそうなんだけど条文を知るっていうのはその武器を知るってことなんですよでこれを例えば言いたいけれどもそのための武器がどこにあるかっていうのを知らないと始まらんとで、まあ、民法を勉強すると、まあ、わらわらと見ていくとこう1 5十二条のが出てくるんですで1 5十二条ではこう書いてある 権利による時効の更新とということですでで特にあの予備試験の、えー、クラスなので予備試験の論文はあの6法は対応されますからあの手元にありますからねですからもう引,き引き合いですでその代わり引き合いいけど一から読んでいくわけにいかないからどこに何が書いてあるかとか制度の概要は当然知らなきゃいけないから、まあ、不安だったらちょっと条文見てああああったあったっていうふうにやればいいその150人はいるんですああさっきの時効が来たもうキャッチボールですかっき時効ってて言ったけどこの時効については 権利の承認があったときは、はい、要件これですね、はい、そのときから新たに進行を始めるつまり権利を認めるとリセットされるって書いてありますつまり時効というのはまあ権利の承認があったときこれがまあ要件そうするとこの新たに進行を始めるとありますがこれは一般的に知識としては時効は更新と言いますえっ、ー、とリセットされるんですよ と、えー、ということは時効というのは一からやり直しになるんですでなので例えばまあ身近な例で言うとですね、えー、例えばもう20年ぐらい前から借金している人ってのはやっぱいるわけですよで借りては返し借りては返しみたいな感じでお金を、ねえー、ずっと借りている人っているわけだけどあれは時効にはいつまでたっても完成してないんですね実はあのどうしてかというと例えば毎月例えばですよ20年前に100万借りた人がいて毎月3000円ずつ返しているというケースです。 まあ毎月3000円ずつ返しているって時はこれどうなるかっていうとあの返すたびに権利認めてるんですよだって権利がなかったら返さないでしょということは例えば ATM とかに行って、まあ、カードローンか何か借りて ATM でお金を入れるじゃないですかで ATM でその返済でお金を入れるっていうことは債権者の権利を認めてるっていう行為そのものなんですよねとするとそのお金を返済するたびに時効ってリセットされてるのだからもういつまでたっても時効は完成しないですでこれがこの152条という条文なんです だからこの権利の承認と言っているけれども、ここは解釈です。権利を承認というのは、その通り、あなたの権利を認めますというふうにはっきり言わなくても、権利を認めてなければしないであろうことはすべてこれに当たりそうなんだよ。だこれは条文の解釈です。えー、権利を承認と書いてあるけれども、当然、これは権利があることを前提とする行為というものは全部認めますあの入ります。だから、例えば、一部弁済なんていうのは典型的な権利承認なんです。じゃあ、さっきの事例、どうですか、うん あなたにお金を借りてますとははっきり言ってないけれども、頼むから年末まで待ってくれっていうのは、これは債務の,あの要するに猶予を求める行為なんです。 ですね返済猶予を求める行為も当然に含まれまれなぜならば借りてないんだったらこんなこと言うはずないですからじゃあちょっと論文書くときにやってみるとね、まあ、当たり前のことなんだけどじゃあ年末まで待ってくれって言われたからこの人は権利を認めたんだって今私言いましたけれども実際の論文だったらこれでは足りないだって待ってくれって言葉が何で債権あのお金返すのを待ってくれになるの だって別に待ってくれって別にさ、なんか今なんか準備中だからちょっと外出するのあと5分待ってくれとかさ、もうこの頼むから年末まで待ってくれなんてどんなことでもある。あの、例えば仕事をなんか受けて、仕事の納期ちょっと今忙しいからさ、あの、ちょっとあなたから受け取ってる仕事はちょっと年末までちょっと待ってくんねえかっていうことでも使われるよね。なので、これはちょっと細かいんだけれども、この年末まで待ってくれっていうのは、この前に書かれているこいつ、 この対応でああるるかからら意味があるんだからねつまりいい加減に貸した100万円返してくれという口頭での催促に対応する形で待ってくれというふうに言っていることがこれが要するに返済猶予を求めるる行為というふうふに評価できるできしょだからこれは権利の承認というさっき152条の権利の承認に当たるから、えー、あなたは時効はリセットされてるから時効完成してないよう残念でしたっていう主張になるということなんです。 だから法律の勉強ってなかなかあのイメージが湧きにくいんだけどすごく当たり前のことを言語化するっていうのが本当に最初のポイントなのよ例えば待ってくれだからこれはあの権利を認めてるんだっていうふうに言ってるけど2つステップがあったでしょただ待ってくれっていうのは権利そのものを認めてるものじゃそもそもないじゃんだけど返済を猶予してもらうという行為の中に相手の権利を認めるってことが入ってるから返済猶予を求める行為っていうのも権利承認に当たるし この単体での待ってくれという言葉だけではなくて、この100万円を返せと言われたことで、この待ってくれという言葉が現れていることから、これは100万円の返済猶予行為として評価できる。したがって、この返済猶予という行為として、この権利承認になったという、そんな感じなんですね。で,で、実際に、そうすると、この X としてはそれを言いたい。そうすると、今度は X のキャッチボールとして、X が Y に対して、まあ、辞任行為ですね。 自分で認める行為これはだから権利の承認ってやつになるこれは152条の1項ですかね。ということは時効が更新されてますと時効はリセットされてますっていうことで、まあ、この時効というものについてこう断崖をかけようとしていると。 まあいうようよなイメージですそうするとこの法的見解として X の側の今度はキャッチボールとして「あもう事項完成してねえぞ」っていう主張に対して Y が何も言えなければ Y の負け Y が言えるんだったら Y の勝ちとあ何か言えるんだったら今度は Y, の y が今度は反論する側っていう感じでやっていくんですでそうするとここでここからはな民法の勉強しないと知らんって話になるからここでじゃあ,あの Y の側からですね反論としてあるのがあのこれはちょっとやっちゃいます 普通時効のリセットって時効完成する前にやるんですよだって時効が完成する前の段階でよくあるじゃん時効完成の直前で何かしましたみたいなね、えー、って言われるとおり時効が完成する前だったらリセットの効果は生じるけれどもそもそも今回これって債務の辞任行為いつ行われてます平成30年の、えー、10月です平成30年の10月なんですよ ということは時効が完成している後なんですね。で、本来、この時効の更新っていうのはリセットっていうぐらいだから完成する前にやるわけです。でも、考えてみたら、 ですからそもそもこれ時効の更新には当たらないんじゃないかというそういう問題が出てきます。じゃあ,じゃあこの時にじゃあ時効の完成前になされたものだからそもそも。というのがおそらくは Y 側からの反論として、えー、立つと思われます。<laughs> じゃあ じゃあ、時効完成後になされた、この債務を認める行為というものが、どういう効果を持っているのかについては、ここで条文ないんです。で、条文ないんです。とすると、どういうことが言えるかっていうと、ここまでのやり取りをした上で、じゃあ、時効の完成前に更新、あの辞任してるんだったらリセットするけれども、時効完成後にやった場合には、そもそも、まあ、時効の更新には当たらないということも含めて、 当たらないかどうかも含めてどういう効果が生じるのかについては明らかじゃないんですよでそこで初めてこの問題意識が生まれてくるということなんですで一般的にはこれ予備試験の論文答案を書くときはここまで細かくは分析はしないですあの結論から言っちゃうとあの細かくこの辺の最後のやり取りはほとんどせずに時効によって消滅したという主張に対して、まあ、時効完成後にあなたは債務を認めてますで時効完成後の債務承認というのはこういう効果が生じるから だから、えー、あなたの主張は嫉妬ですよみたいな感じでこの,この辺のところは結構当たり前なんでやらないですあの実際は、ね、その債務を認めているから自己更新するということについては、まあ、通常、自己更新で前の,の,の主張の通り自己、えー、完成前になされるべきものなので自己、えー、完成後に債務承認をしてもそれは152条の辞任行為には当たらないというのは、まあ、一般的に言われているんだけれどもただ だとしてもこれがどんな意味を持つのかということについては正直、謎なんですよね。で、結局のところ、突き詰めて言うと、これが争点なんです、この問題の。つまり時効が完成した後に行われた債務の承認行為というものがその、すでにまあ時効の期間、経過してますけど、その時効の効力に影響があるかどうかいうことですいうことですよね、そこが争点になる。ななので、でここは争点なんですよ。 これをまず見いだしていくというのが事例問題なんですだからあの本当に論点探しというふうに考えて、まあ、こ,これぐらいだったらまあポンと見つけられちゃう人も見つけられるんだけどだけど、まあ、実際の予備試験の民法の問題だとだいいまあ例年によりますけど見開きの1ページ分つまりあの左側、右側で2ページですね、えー、見開きでまあ丸々。 左側、右側という形で事例がばーっと続きますからそれをまあ読んでいく中であのこういう作業を頭の中でするということが必要になるとでそうするとまあ結局事例問題解けるようになるためにどうしたらいいかというとこの主張反論の組み立て方みたいなものをちゃんとまず最初掴んでいかなきゃいかんということになるじゃあ、結局この法的効果は何なのかといったら条文がないので条文がないのでじゃあどうやってやるかというと、まあ、この後やりますが条文がないものについては最高裁判所の判例というのがあります。 で判例というのはこれは初めて聞かれる方もいるかもしれないけどあるまあ具体的な事例について最高裁判所が下した判断なんですねで大体最高裁判所が判断を下すということは丈夫にないから争点になるわけですでそれに対して過去に同じような事件で同じような事件でもし、ね、こういう判断があるんだったら最高裁が前こういうことをやっているんだったら今回もこういうふうになるという宣令に,になるんですなのでこのような場合どうなのかというのは最高裁の判例があるんだったら最高裁の判例はこうだよ といいいいう形でやっていけばいいで特に最初に予備試験というのは実務化登用試験ですよとうう言ったけれども基本的には最高裁の判例があるものはもうそれに従って OK ですあのわざわざ最高裁の判例を無視するような形のことを書くとあこの人分かってるのかなってなっちゃいますから、まあ、そこをまあちゃんと学ぶ必要があるということですね。 そうすると、じゃあ実際判例がどういうことを言ってるかっていうのは、ちょっと最後にやります。戻って、いずれやるとして、事例のだから解きほぐし方っていうのは、結局はこの1ページに戻るけれども、まあ、これをやるだけなんです、シンプルに。もう時系列登場人物を踏まえて、まず事例の内容を把握すること。<laughs> ですよね。まあまあ、時系列とか人物関係を踏まえて、まあ、事例の内容をまず把握する。だから事例を分析する。 で事例を分析するっていうのはどういうことかというと当事者と反対当事者の主張のキャッチボールをさせるわけです、つまり当事者の主張が何なのか根拠条文は何なのかってことそしてそれが認められた場合には今度は反対に反対当事者側の主張としてどんな反論があって、どんな法的根拠があるのかですよね。でそうすると言ってみると、ね、どこかでデッドロックになるんです。その 言ってみれば投げ,投げ,投げ合うんだけどどっかで押しくらまんじゅうみたいなはずなんですで今回はこの投げて投げてってやっていく中で結局ここで押しくらまんじゅうになるんですよねその結局自己完成後に行われた債務承認じゃないかというところで、えーまあ、結局煮詰まるわけですその煮詰まったところが争点ですであとはその争点が作れれば争点に対する判断をすればいいということですだからまあ事例分析して争点抽出してそして最終的に事例に対する判断をしていく。 でそうするとこの事例に対する判断をするにあたっては、まあ、条文がなければ、えー、判例の立場というものを示すことになるだから、判例って勉強材わけです、えー。ここで知りませんとならないようにしなきゃいけないでそうすると,です、ねえーとまあ、実際にこのように条文と判例というのが、まあ、比較的こう出てくるわけですがそうすると、まあ、学習事例のための視点ということになるけどやっぱりまず条文中心で学習することです。 えー、なので、まあ、これはねあのよくも悪くもなんだけれども、まあ、予備校の講座も、まあまあ、そうだしあの大学とかでもし、ね、あの法,学法学系の講義とかだと、まあ、6法なくてもなんとか聞けたりするっていうのはあるんだよねで,ではあるんだけどもできるだけ、まあ、私の講義の中ではもう必ず6法で引くものは私も引いてます。 あの普通には引かなくてもいいようなものというのはあの一応、レジュメで説明することもあるけれども重要な条文というのは実際にあの私の方で引いた上で写したりとか引くんですよね、そのぐらいもう出てきたらまず条文を引くということを手になじませるということが必要になります、特に予備試験の場合6歩を引けるというのを最初に言ったけれどもあのそれぐらいあの手になじませていたほうが有利というかね圧倒的なあの絶対条件みたいなところがあるのでまあとにかく条文をしっかりと学習の中で使えるようにする。 であとは条文がないものについて判例に対する正しい理解ということですねでそうするとまず条文があると、まあ、当事者の主張を実現する根拠が条文なわけですからでその条文があってでその条文の適用での解釈が難しいときについては何をするかというと条文解釈に対する裁判所の判例というものを使っていくということになりますででそうするとまあ判例というのはこのあと今日の、ね、後半では判例の読み方って勉強します 反例の中では、ね、なんでそういう判断をしたのかという理由付けみたいなものが、まあ、しっかり説明されていますから、まあ、入門段階ではその結論だけではなくて理由付け、反例の読み方みたいなものを意識していくことになるわけですよね。でまあ 当然これ判例を読むことができるっていうのは論文対策の側面非常に強いです。なぜかというと最高裁判所の判例というのは結局法律の文章の中ではもう一番素晴らしいものですわけですよね模範的な法律の文章なわけだけど判例しっかりたくさん読んでいくと結局そのよよ読んでいく中でどういうふうな法的な文章を書いていくのかっていうのもだいたい自然と身についてくるので。あああののの特にに学習する時にあの まあ,ある程度時間かけていくのであれば判例のなんか結論だけなんか本とかに書いてあったりするでしょ、まあ、あれを覚えてやっていけばいいんだけれども、まあ、できる限り必要なものについてはあの判例はちゃんとあのしっかり読んだほうがいいかなというところ特にあの入門段階でしっかり読んでおくとそこはその法律の文章に馴染むということになるのでそこはぜひあのこれから説明する意識していくといいでしょうかね。まあ あのまあ、ちょっと余談ではあるんですけれどもその法律の勉強ってなんか学問というよりはもう外国語なんですよ突き詰めていっちゃうとあの日常的に当たり前に使っていることをこういうふうに法律上なんか構成してかつなんか実務家の使う文章を書くということになるからあの一見すると当たり前の日本語が書いてあるようでそれの思考方法みたいなものは、まあ、ある程度その。 まあ外国語みたいなところがあるのでまあできるだけまあネイティブに慣れていくみたいなところね、まあ、そこはだから入門講座でまあ講義を受けるというの意味なんですよねあの独学だとやあの本読んでいってもどうしてもあの英語を勉強するときにあの本だけ読んでいってもあのしゃべれるようにならんだろうというのと同じでもうとにかくもう浴びるようにその法律のなんか考え方とか文章というのをとりあえず聞いていくというのはそういう意味では非常に有効ということになります じゃあ少しここら辺のところからまあちょっと話の方を戻しますけれどもじゃあ条文と判例っていうのがめちゃくちゃ重要だということを今、話しましたけどじゃあ具体的に条文の読み方っていうのをしっかりと理解をしていく必要がありますででまあ今日のね前半、後半という形だとまあ前半、ちょっと条文の読み方の触りぐらいまでやろうかなと思っているんだけどえっと一つあの言えるのがですねまず、この読み方の前提として言葉遣いというのは共通のルールがあります。 でこれは知らないと始まらないのでまず押さえておきましょう、あの何条、何項、何で特にこれ、講義の場合だと、まあ、なるべく最初のうちはしゃべってはいるんだけれどもあのだんだん,なんかその分からなくなっちゃったりすることもあるので、まあ、最低限度知っておくべきものはここで入れちゃいましょうあのこの何条、何項、何号の順番で、えー、条文って読んでいきますでそれ例えば刑法19条、丸一って書いてありますね、えー、次に掲げるものは没収することができる。 で犯罪行為を蘇生したもの、犯罪行為のように強じ強しようとしたもの、犯罪行為によって生じなんちゃららみたいなね、1、2、3、4って書いてありますが、そうすると例えばこの部分、この部分を指摘しようと思った場合には、19条1項3項という書き方になります。19条条項項ここちらののとははになりますで講義の中では あの、一応、便宜上、毎回、上、項、合って書くの大変なので、だいたいこういうものについては、略語として私ので十19条、1項、3項みたいに、えー、まあ、条文番号はあの数字、えー、それで、項についてはローマ数字、え、については丸いくつって書く。で、これは、おそらくほとんどの、えー、教える人はこれでやってますから、一応、私の方もこれに統一します。で、ただ、あの、論文の答案書くときはダメ、ね。 略字法は認められてないので、ちゃんと19条1項3項って書かなきゃいけないけど、まあ、講義でとりあえず聞いてるときに毎回書くのしんどいだろうから、一応私もこんな感じで、略語で書いてますが、まあ、こうやって上項5という順番でやっていきます。じゃあ、じゃあ上項5って書いてあるときに、じゃあここどうします次に掲げるものは没収することができるというところ。でこれは、この後ろの1項、2項、3項、4項。 みたいなところは何となく分かると思うんだけれどもじゃあその1号2号3号4号の前にドーンと置いてあるものこれのことを柱書きっていいますで特にこれは間違いやすいのが本文って書いちゃう人いるんですねえこれ19条1項本文っていうふうに言っちゃう人いますが本文というのは間違いですこれは柱書きと言いますその何条何項何号みたいなものの中の途中になんかこう書いてあるものね まあ特に今回1号から4号を列挙する前の段階でドーンと置いてあるものが柱書きと呼ばれるんで,すでじゃあ本文と言っちゃいけない理由はなぜか本文というときは別な使い方をするんです。 えー、例えば、この2ってやつを見てるとこれ2号ですね19条2項を見るとこう書いてある、没、え、収、ー、は犯人以外のものに属しない物に限りこれをすることができるで、これもちろん条文内容は知らなくていいからね、没収ていうのは犯人以外のものに属しない物に限ってできると、まあ、いうことです。だからまあ えー、犯人でき募集できるものってのは犯人の物とか遺留物みたいなものだけできますよみたいな条文なんだけどでただし、犯人以外のものに属してとしても犯罪の後にそのものが識っで取得したものだったら募集することができるって書いてあるでここに「ただし」って言葉がありますから法律の呼び方としてはこの「ただし」って書いてある時は前と後ろで必ずですこれは原則例外を書くことになってるつまり原則は募集できる あ,あ、ごめんなさい。ごめんなさい。原則は、犯人以外のものに属しないものに限り、物に限り没収できるよっていう原則があって、ただし、そうじゃ、あの、<laughs> ごめんなさい。犯人以外のものに属していても、えー、その情を知った場合には例外的に没収できますよっていう規定になっている。で、このように、ただしって書いてあるときには、基本的にはここが原則になっているんですよ。この原則部分を本文って言います。で、ただしの後ろが、 正し書きという。形になっていてで正直この19条2項はちょっと読みにくい条文なんで、あの中身はちょっと混乱するかもしれないんだけれども。ま12条の本文では要は没収できるものっていうのは犯人の物か遺留物だよ。っていう条文なんですよ。犯人の物とか遺留物以外のみたいなものだけは没収できるとで。ただし、犯人以外の人のものであっても。 本来でできないんですよ犯人,犯人以外の第三者の物は本来没収できないんだけど犯罪の後に分かって取得したものであれば例外的に没収していいよっていう条文になっていてそうするとこの本文正し書きっていうのは言ってみれば原則例外の関係になってるんですよ <laughs> え原則例外っていう関係になっているそうすると ちょっと話戻しますけれども、だからこの柱書きっていう部分を本文って言ってしまうと明らかに誤用なんだよねっていうことです。なので本文正し書きと言います。でちなみにですけれども文章が二文になっていることであるあの条文上いくつもあって、例えばこのカッコさんにある通り検閲はこれこれ憲法二十一条に項だけれども、検閲はこれをしてはならない。通信の秘密はこれを犯してはならない。っていう,ふうに二つ書いてある。でこれは別に あの単なるる並列的に2つ書いてるだけです、えー、原則と例外という関係ではないときは、これは前段後段と呼びますあの、たまにこれね、第1文、第2文って書いちゃう人いるんだけど、それもやっぱり誤用間違いな使い方、2つの文章が条文にあって、2つの文章が条文にあって、この本文正し書きみたいに、原則例外になっている場合じゃない、単なる並列のときには、えー、前段後段と呼ぶことになるので、ここはあの使えるようにしておいてください。 でそしてさらに、えー、この問題法令用語についてもやっておきますでこの辺は多分ね知ってないとあのまずいものも結構あるのでちょっと念のためやっておきますまず「悪」の「または」と「もしくは」っていうのがあります <laughs> で「または」と「もしくは」っていうのはどちらも「オアじゃない「オアだから同じだろうって思うかもしれないけれどもあの厳密には違いますあのどちらも「オアの関係なんだけど「または」っていうのは大きい並列で「もしくは」っていうのは小さい並列なんです 何言ってるのって話でしょなので実際条文具体例を見ると人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役になると書いてあるわねじゃあこれどまたはともしくはって使ってるけどこれ使い分けがあるのよどういう使い分けかっていうともしくは小さいのよだから無期もしくは5年以上のにかかってますえ無期もしくは5年以上のにかかってますでそれに対してまたはっていうのは、まあ、この辺りはあまり なんか聞いてて、そこまで、なんかへーって感じにはならんところなんだけど、一応こういう感じですね。死刑または懲役なんです。だからイメージとしては、この死刑と懲役が並列してるんです。でっかく。で、このもしくはのところは、無期もしくは5年以上という部分が並列していて、またはって言った場合には、これはまあまあ大きいんですよ。またはって言ってる方が大きいんですね。なので、この辺は意味があるわけですね。で、 次にあの及びと並びにこれもどっちも安どだろうという気はするんだけれどもこれも使い分けがあります及びが小ちさちくて並びにがでかいんですですると例えばこの会社法の355条こはこはまたはがでかくてこれ並びがでかいんです <laughs> 会社法355条という条文を見ると取締役は法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守しなんて規定があります で、これは会社法の規定なんだけど、まあ、いわゆる株式会社の取締役っていうのは、これを守らなきゃいかんのよ。法令、定款、株主総会決議。こういったのを守れって言ってる。で、ここで次に定款ってことが出てきたけれども、これはね、会社のルールだと思ってください。会社の中で決められたルールのことを定款と言っていて、そうすると取締役たるものは、法令も守りなさい。会社の中で決められた定款も守りなさい。株主総会決議も守りなさい。みたいな条文で、まあ A&B&C の関係なんです。ただ、この二つを使い分けてますよね。 どう使い分けているかというとこういう関係なんですよ法令および定款が小ちさちいんです。およびが小ちさちい。で、並びにがでかい。こういう関係法令および定款並びに株主総会決議を遵守しというふうになっている。で、でなんとなくこれを聞いていて意味あんのって思う人もいるかもしれない。だだって A&B&C なんだから 別にどこで括弧でくくろうが基本的には変わらないだろうって思うかもしれないけどこれはあの立法者の意図として法令と定款というのをグルーピングしてるんですよでこの3つって実はさ完全な並列じゃないんだよ法令定款っていうのは定められたルールつまり法律で決まってるルールや会社の中で決められたルールを守ってくれというねこの法令と定款でいうのはいずれもルール決め事なんですよで株主総会決議は違うでしょこれはみんなでの決議決議事項じゃんということは その、三つを守れって言ってるんだけども、その、立法者としては、この法令及び定款という、いわゆる成分のルールだよね。その成分で定められたルールと、みんなで決議したこと、みんなで決議したことは守りましょうということで、この法令と定款という、この二つの、法令定款というグループと、株主総会決議っていうグループを明確に分けてるっていのが分かるよね。っていうことなんです。で、あとはもう、ささっとこの二つだけやっちゃいます。時と時。 あのこれも同じような意味なんだけれども明確に区別されていてこの「時」っていうふうにひらがなで書いてるときにはあの場合って意味ですあの時間の意味は全くないでそれに対してこの「時」って書いてあるときは時間ですこれはね場合って意味なんですよねで一応条文では予算についてえなんか衆議院と参議院と衆議院で異なった議決をした場合に法律の定めるところにより えー、両院協議会を開いても意見が一致しないときは衆議院の議決を国会の議決するなんか公民でやったような話ですよね、えー、予算案でねなんか議決が異なった場合には、えー、どうやら両院協議会を開くでこの意見が一致しないときはっていうのはこれ場合って意味ですその,その瞬間って意味で使ってなくて、えー、意見が一致した場合は、えー、この衆議院の議決が国会の議決となるなんていうようになっているじゃあこのとっていうのがひらがなか漢字かっていうのは皆さんが論文の答案を書くときに あのご用意があるってやっぱりそこは心証が悪くなっちゃうわけです場合によっては意味が変わっちゃうこともあるからその,その時点というときは漢字を使うその場合というときには時ってひらがなを使うというふうに一応意識しておくといいかなで実際に問題文ちょっと見るとあ問題で前の条文見るとはっきり使い分けてるのが9ページでさこの権利の承認とか時効のところを見てもらうとね明らかに使い分けてるのわかります。 この166条1項1号を見るとこことここでひらがなと漢字使い分けてるでしょ。<coughs> 自己消滅するって話でこの債権者が権利を行使することができることを知った時っていうのはその時点からって意味なんですよねつまり全く自,自的な部分つまり債権者が権利を行使できるということを知ったその時点から5年間行使しない場合には消滅するっていう意味で書いてるわけだ そその下もそうよ実はこの権利の承認も時効は権利の承認があった場合ははとこです時効は権利の承認があった場合にはその時点からリセットされますと、まあ、いうふうに一応この「時」と「時」という言葉が使い分けられているというのがわかると思うんだね。 でまあ、慣れるまでは、そうなんだって全然大丈夫です。でただ、これはもうなんか慣れていく問題なんだけど、入門の一発目の段階で、その代わり知らないとまずいのが次なんです。この使い分けみたいな言葉は、これが最後。このね、絵の推定するとみなす。でこれは、1回目の講義でも言いますし、 えと今後もたびたび出てくるんですがこの使い方間違えるとかなりあのまずいものですでどちらも推定もみなすも私たちが日常的になんかそういうものとして扱うぐらいの意味で使うよねえなんか何とかの推定が働くとか何とかとみなしますっていうとねえよ使えるんだけれどもただこれは明確に違いますあの推定するというのは推定は破れますえ具体的な例で言うとこのね 188条、ちょっと分かりにくい条文だからこれ、私が説明するとね、占有者が、占有というのは、なんか物に対する実質上の支配を覚えことを占有っていうんだけど、占有者が占有物について行使する権利は、え適法に有するものと推定するという規定がある、でこれは具体的にどういう問題かというと、まあ、今、私が今、手元に6本を持ってるわけです、えー、今、手元にちょっと6本をて抱えてるんだけど、今、私はこの6本を占有してます。 とすると、この占有者というのは私が占有者なんですね。六法を手に持ってますから。で、その占有者が占有物、つまりこの六法について権利を行使する場合には、それは適法であるということが推定されます。ですから仮に、もし私がこの六法を、まあ、権利を行使するって言っても、六法に何を権利行使するんだって話だけど、例えば、シンプルにこの六法を誰かに売っちゃったりとか、六法を場合によっては捨てたりとか、まあ、燃やしちゃったりとか、えー、まあ、そういったことをするにあたって、まあ、この、 占有物である六法に対して私がこういう何らかの権利行使をする場合にはそれは適法に行われたものとされますですから仮に私自身がこの六法がどっかから拾ってきたりとかまあそんなことないんだけど他人から持ってきたものだったとしても一応私は占有者ですで占有者が占有物について処分を行ったということであればこれは適法な行為つまり本当は所有者ではないような場合があったとしても適法だというふうに推定されます でただ、先ほど言った通り推定するということは破られますからもし仮にこれが私が盗んだものだったとして、ね、仮に、ね、この6を盗んだものだとしてその私が誰かに、ね、譲渡しようと思ったときにそれは俺のだという形で誰かが言ってきてで、ね、あの今、そのッ本をなんか勝手に売ろうとしているけれどもあなたはそんな権利者でも何でもないだろうということを相手側が証明すれば私は当然、適法な権利者である推定は破られますから。 その場合にはその処分というのは当然私はできないわけですつまり推定するっていうのは別なことが証明されない限りそう扱われるだけですだから何とかの推定が働くなんて言ってる時は特に何もなければそういう扱いをするって意味じゃそうじゃないということが証明されればそうじゃないというふうに扱われるということですだからまあよく出てくるのは 例えばですけれどもね、まあ、民法の条文にしたが分かりやすいから推定するという条文で、まあ、よく出てくるものとして、まあ、これはあの引かなくていいです、186条という条文で例えばこんな条文があるのよ、186条の2項という条文で、ねえー、前後の両時点において占有したときの証拠があるときは占有は継続したものと推定するという規定が、ね、186条2項にあるんだけどこれは例えば あの今日せっかく時効やってるから少し関連内容としてちょっと触れとくと時効ってあの借金を返さなくていいっていう消滅事項のほかに取得事項ってあるの、えー、長い間人のものをずっと、まあ、細かな要件はあるんだけど人のものを一定期間ずっと占有を継続していれば自分のものになると、まあ、大体10年か20年と言われてます、えー、10年ないし20年人のものをずっと所有の意思を持ってね占有を継続していれば時効になるでこの時に要はね 20年前に私は持ってました。占有してました。今占有してます。この2つの時点が証明できれば、20年間ずっと占有が継続しているものと扱われるって条文なんです。だから例えば、時効取得で20年間ずっと時効で占有してるってことを証明する人っていうのは、別に20年間ずっと絶え間なく占有していることを証明する必要ないのよ。20年前に占有してました。で、今占有してます。この2つの証拠があれば、 その20年間継続していることとされます。ただこれはあくまでも推定だから、もし時効を争う人が、いやいや、あなた途中で一回戦友失っているよねっていうことを証明できれば、その推定は破られるわけで、ね。なので、その反対事実というものが積極的に証明されない限りは、こういうふうに扱いますよっていうのが推定です。なので、だから繰り返しますけど、推定は破れるんです。いいね。この推定っていうのは。 <laughs> つまり反対事実が反対事実が証明されれば破られますですから推定というのは一応そう扱うということですだから推定というのは ということですね。ということですね。と、えー、いうことですね。ということであということですね。というする権いは適法であるというこ定が働くなんて書ということけれども、ことはすね。ということすということはあり得ることじゃあそれに対してみなすないですって言葉こもう破られすということは絶対になといものですだからこのですすって言葉が条文にあるとでにね。ということですね。す もうそのように扱われて例外ないですもう破られることのないものですでこの例えば民法253条はこういう規定があって、ねえー、未成年者が婚姻をしたときはこれによって成年に達したものとみなすでこの条文はちなみに皆さんが予備試験を受けるときには多分なくなっている条文なんですね成人年齢 成人年齢が18歳に引き下げられる関係で、まあ、この辺りのところ、あの成人年齢が引き下げられて結局、婚姻適齢がどっちも18歳になるんであので、まあ、皆さんが予備試験を受ける頃にはもう法改正がなされていてもう男女ともに18歳で,で男女とも結婚できるのが18歳で,でかつ成人年齢が18歳になるからもう成人しか結婚できないんですよね、あの成人年齢引き下げた後はだからこのかあとに その成人年齢の引き下げとその婚姻適齢は18歳となるからもう18歳しか以上にならないと結婚できなくて、かつ成人年齢が18歳になるからまあ結果的にはあの成人年齢を引き下げられると成人しか婚姻できなくなるんだけどまあ少なくともまあ現行の制度だとこれなんですね。あの 未成年者も婚姻がでできるわけですで未成年者が婚姻できる場合にはあの未成年者が婚姻をした時には成人になったものとみなされるという規定がありますでこれはもう何があってもそうですもういかなる例外もないもう未成年者が婚姻をした以上はもう成年になったものとされますで例えばですよあの私たちはまだまだなんか未熟ですから例外的にちょっと未成年者ってことになりませんかねみたいなことは一切認められない。 もう未成年者が婚姻をしたというこの事実をもって成年になったものとされちゃうでそうするとこういうことを、ね、反対の反論とか一切認めないのを見なすといって,言ってこれは特に言葉として抑えて言います犠牲といいますその反対を一切認めないよとで。そうすると特に まあ何か資格試験とかで担当みたいなもの、丸抜みたいなのをやったことある人は、なんか推定するじゃなくてみなすです、残念でしたみたいな、そんな間違いの足が出て、こんな細かいの知らねえよっていうね、あのことって、結構担当やるとよくあるんですよね。あの、推定するって書いてあって、これは実はみなすだから罰ですとかね。そういうのあるんだけど、実はものすごい違いがありますからね。 そうなんか細かいこと聞きやがって、みたいなね、ふうに思えるかもしれないけど、推定すると見なすっていうのは、その反対事実によるひっくり返しができるかっていう点で全然違うので、そこはちょっと意識してみてください。で、このように、まあ、あの、条文の読み方としては今、えー、言っている、この上皇後,后、本文正し書き、えー、前段後段、えー、またはもしくは、及び並びに、まあ、時と時、まあ、推定見なすあたりのところは、すらすら言えるようにしておくといいと思います。 ではちょっと条文の読み方についてはやりましたがで条文構造についても、えー、とちょっと後半の講義という形になりますけれども、まあ必ず要件と効果になりますというのはいいよ、ね、要件と効果でこういうふうに、ね、できているんだけどあの条文を読むにあたって非常に重要なのが条文の解釈なんです、えー、特にこれから先話は出てくるけどあの条文って、ね、あの必ずしも完全なものじゃなかったりします。 あのまあ、なんで完全なものじゃないかというとそのやっぱり時代の流れでも生きていかなきゃいけない条文ってえ例えば憲法に至ってはさ戦後に憲法できてから一回も改正されてないわけですよねもうそれだけ,け長く生きているわけですね。 でまあ、民法も、まあ、近年、ね、民法の大改正が行われたりとか、まあ、成人年齢の引き下げなんていうのが行われてはいるけれどももともとの民法自体っていうのはめちゃくちゃあの大まかな古いものは明治時代なんですよね、一番最初。で明治時代にあったものが、まあ、一応、大きな改正を経て結局民法という形でどーんと、ね、あの改正を経て今も生きてるんだけど考えたらその源流みたいなものが明治から生きてるわけです。 そしたらよく考えたらその頃に例えば自動車もなければパソコンもなければ携帯もないわけですよでその時代に作られたものがまあ法改正は経てるけど生きてるっていうのはこれなぜかというともともとの法律自体がそういう時代の流れに耐えられるようにある程度ファジーに作られてるのよだから条文読んだ瞬間にそのもの決まるみたいなものっていうのは実はあまり多くなくてその解釈の余地みたいのを残している、まあ、あえて曖昧に表現したり時代の変遷をしたりするでそうすると 条文を読んだからといって必ずしもそれに当てはまるかどうかが分からないみたいなものは出てきますでそういったものは条文を解釈しなきゃいけないで、えー、法律の勉強の出発点っていうのはこの条文をしっかり解釈することっていうことになるじゃあ例えばですけれどもねそのこれはもう余談ですけれどもねその殺人罪だってそうなんですよ人を殺したものはって言ってるけれどもこれさ人って何って話、まあまあ、もちろん私 のね、あのなんか私のように普通に今自然人としている人は人だと思いますよ。だけど問題になるのは例えば人はまあ生まれたら人だろうというのは分かる。じゃあ胎児お腹の中にいる時にはそれは胎児だよね母体の一部だよね。じゃあ分娩中のものってどうなるの例えば分娩中にまあ胎児の一部が出てきてでその出てきた胎児に対して例えば攻撃を加えてその胎児を死なせたと。 いう場合にそれってのは人ですか胎児ですかっていうのはある程度はっきりはしてないこれは人としか書いてないからね条文は人としか書いてないじゃあその人って何ですかっていうことは定義をちゃんと示さなきゃいけないじゃあ殺したっていうふうに書いてあるよねで多分この殺したは多分イメージは湧きやすいけど例えばまあ今殺,し殺す行為を頭の中で想像してめえって言ったら多分まあ10人いたら10人ぐらいがまあそれぞれ殺すを想定するんだけど、まあ、大体は 共通するはずなんですよね、まあ。ナイフで刺したり、首絞めたり、毒持ったり、火つけたりとか、なんかそういう行々しいやつですよね。だけど、じゃあ、こういう場合はどうですかと。じゃあ,あの、お母さんが赤ちゃんに対して、まあ、実際赤ちゃん1人で何もできないような状態で、でこのまま、まあ、ミルクを与えなかったら死ぬってことを分かっておきながら、何もしないで、えー、ずっとほったらかしにしていて死なせてしまったっていう場合に、それ殺したに当たりますかっていう。 つまり条文の文言だったらこれは殺すというのは一般的に作為だよね何か積極的な行為を行うことが予定されているけれどもじゃあ何もしないで放置する、まあ、言ってみれば不作為があった場合にそれを殺すということで評価していいかというそうするとこれやっぱり一義的には決まってないよねそうすると結局この人を殺すというのもこんな単,単純に見えるけれども人とは何か殺すとは何かということを解釈しないとできないじゃあこの解釈ってどうやってやるの っていう話なんで,すよ、ね、でじゃあ殺人の人っていうのは一応コメントだけ結論知らんともやっとする,けどすると思うんで触れとくと少しでも母体から出たら人です一部露出説っていうんですでこれはどうしてかっていうと刑法の目的なんですよ刑法っていうのは殺人罪で何を保護法益とするかというと人の生命なんですよで人の生命を守るためにその法律が存在する ということはここで守るべき人とは何かというと独立しししした攻撃対象にななり得るるよううものを個体ととてて守ろうとしているわけでしょそうすれば一部でも露出しちゃいしまえばその母体から離れて独立した攻撃が可能な客体になっている以上は刑法が保護する人にあれたるんだっていうふうに考えてるんですね。でそれは理由はさっきも言った通りやっぱり刑法っていうのがこの殺人罪で処罰するのはその。 言ってるるのは人の生命を守るためにあるで結局、生命の侵害を守るということであれば独立して生命侵害が起こり得る状態になったらそれはもう人なんですよ。そうば一部でも外に出れば母体から離れるわけだよね。そそしたらそれは当然殺人の虐待になるとっていうことですで。細かい話だけどいずれやるんで言っておくとちなみに民法だと全部なんですよ。民法だったら全部じゃあなんでそれが違いが生じるかと言ったらそれは刑法と民法の目的が違うから結論が変わってくる。 ということは解釈ってどうやるかって言ったら、一応なんか当てずっぽうで解釈するんではなくて、法律が作られた目的から解釈しなきゃいけない。っていうことなんです。で、その目的が何なのかっていうことは、 当然、勉強していかなきゃいけないっていうことになるわけでね。だから、あの1回目の民法の講義でもやるんだけど、この条文の趣旨はっていうことを結構言ったりします。で、あの実際にあの講義の中では、チェックシートとか講義メモのレジュメの中でも、趣旨っていうのを頭に入れなきゃいけないものってのがあるのは、それはその趣旨がわからないと解釈できないからです。じゃあ、じゃあその趣旨っていうものを、じゃあ、どうやって学んでいくのかっていうのが、そこはやっぱりそこはもう、地道なインプットにならざるを得ないってことだよね。じゃあ せっかくなので、じゃあその解釈っていうものをちょっと練習をしてみたいなと思ってて、まあ今日はあの前半、今日はあの通常の民法の講義だと、あのまあ、3時間半の長丁場になるので、まあ、休憩2回入れたりっていう形になるんですけど、まあ、全体構造自体はですね、あのちょうどまあ、前半後半みたいな感じで考えてますので、ちょうどこの話をしたら、ちょっと休憩という形にします。えっとね、まあ、条文自体には、例えば、事例で一緒に考えてほしいのは、これなんですよ。あのこの橋馬車は通るべからず という建て札が存在しますでこれはまあ法律ではないけれども、まあ、ルールだからまあ、ね、あの法律に近いようなものだと思ってくださいえある橋がかかってて、えー、この橋馬車は渡ってはいけないという建て札があるでこの建て札はおそらく何百年ぐらい前に建ってるやつで,で昔のものでもうこれ建てた人は生きてない、えー、だからど,どうして建てたか分からんけれどもこの建物があるでこの建て札で自動車通れるかですでまず分離解釈をすれば まあ、ちなみに解釈の仕方って2つあるの分離解釈と目的論的解釈ってあって分離解釈はそのまんまもう何も考えずに文章だけで読むでそうするとこ分離解釈によれば馬車が通れないっていうことが書いてあるだけだから自動車は通れるよねっていうね分離解釈によれば結局馬車は通れる馬車が通れないんだから 馬車が通れない規定なんだから。ということになりそうですよね。でもさ。さっきちょっと触れたけれども、この分離解釈をすれば自動車は通れるけれども。明らかにその結論っていうのは不合理なんです。なぜならば自動車がない時代の立て札でしょう。 いいよね、自動車がない時代の縦札なんだからそのまんま自動車って書いてないから自動車は通れるよというふうにすることはやっぱり違和感があるなので、じゃあこのように分離解釈ではどうしても解決できない、まあまあ、実際にこ分離解釈をすれば自動車は通れるということになっているけれどもその自動車がない時代の縦札でそんなふうな自動車通れるよって結論を出すことはやはりまあ一義的に決せられない不都合が生じるということはある。 じゃあその時どうするかっていうとこの立て札が立った目的を考えるんですで立て札が立った目的を考えるんです仮に自動車が通れないっていうふうに思,思っている人からすればどうしますかねこの立て札の目的を考えるわけです、まあ、実際立て札立てた人は今いないからその想像することになるわけだよねじゃあ自動車を通したくない人、まあ、この例えば橋のオーナーにしましょう この橋のオーナーとしては自動車が来た、通したくないだからこの時どういうふうにするかって言ったらこれ作られた目的を考えるのそしたらこの縦札が立った理由っていうのはうーんとまずはこの橋が老朽化していると、橋が老朽化していて重たい乗り物が通過すると橋が崩落していて危険だから馬車を通すなという縦札が立っている。ととするとこの縦札が立った趣旨は 建物の崩落する可能性のある、重量のある建物の、乗り物か、重量のある乗り物の通過を阻害する目的である。阻止する目的である。とすれば、自動車とは直接書いてないけれども、自動車も同じでしょ自動車も結局はその趣旨が当てはまるじゃない。趣旨が当てはまるんだったら、その通りの効果を同じようにすべきだ。として通さないんですよ。で、このように、趣旨が当てはまるものであれば、 同じ効果を認めるべきであろうというのが類推解釈とか類推適用といいますつまりこの類推解釈類推適用については今日の講義の後半でもガチッとやるんだけどあの直接適用はできないんだけれどもその立て札の趣旨が当てはまるのであればそれをそのまんま同じ効果を持たせましょうという解釈論なんですでこれは民法での解釈は非常に多く出てきますつまりこの類推解釈によれば結局立て札の趣旨をこう読むわけですよね えーと崩落。こういうふうに解釈するわけですよ。えー、崩落を引き起こす思い乗り物は乗せねえぞという趣旨。とすると、自動車は。 趣旨が当てはまりまりす従って、えー、自動車は通れないという解釈を導くことができる。では通りたい人はおそらく別な解釈をすることになる。じゃあこの立て札をどう解釈するかというと、まあ、これは本当に想像になるんだけどこうやって考えるかもしれない。 この橋のオーナーは今ねあの実際にはいないからわからないけれどもこのオーナーっていうのは、まあ、とにかく馬が嫌いだっただからその自分の持っている橋にその馬というものを通したくないから馬車を通るべからずというふうに書いているんだとつまりこの立て札というのは馬が嫌いなオーナーが馬というものを通過させないために作られたものであると解釈すると。 馬以外でああれば通す趣旨があるよね,いいよねつまり馬のみを通さないという趣旨が導けるのであればそうなるよねつまりこの馬車は通るべからずというのを解釈するときにこの要するにこれ分離解釈でと弱いからそのこの立法趣旨というものが馬車のみを通さない趣旨だと従って自動車は通せるよっていうことになるよねあ自動車は通せるよねってことになるだからその場合趣旨としては 馬馬車のみを通行されないためつまり馬車のみを通行させないまり。 馬車以外は、OK、という趣旨なんだとだから通れるよってことそうすると実はこれっていうのはさじゃあどっちの趣旨なのか白黒つけようじゃねえかっつって裁判になってで最高裁判所がこの橋の趣旨を認定して判例が生まれるっていうイメージですだから実はその対立当事者間の対立はさっきのキャッチボールっていう対立はあったよね その最後煮詰まるじゃんキャッチボールしてって最後煮詰まるけど煮詰まる部分っていうのはこういう場合もあるの結局はこの条文の解釈の仕方に争いがあるつまりこの馬車は通るべからずという縦札、まあ、これ法令だとすればこの法令の趣旨が馬車のみを通行させないという目的なのかそれともこういうふうな崩落を引き起こす乗り物がダメなのかっていう趣旨なのかというこの趣旨に対立があれば結論変わってくるわけで、ね、だからその 解釈論というのは重要になってくる。でするとですね、その解釈論というのはいくつか学ばなきゃいけないんだけれども、基本的には一般、まさに一番最初の入門段階では別に法学者になるわけじゃないからね。とりあえずこの目的論的解釈っていう言葉は知っておいてください。あのほとんどの方学はこれに成り立ってます。さっきの人を殺したっていう人が一部露出であるとはなぜかっていうことですよね。 人一部露出なのはなぜかって言ったらそれは法律の目的を踏まえてそこから妥当な結論を導くことになるからあの全ての条文の解釈っていうのはそうなるんですでこれを目的論的解釈と言っていてで特に全体構造だったり入門段階ではとりあえずね反対と類推を押さえておいて反対と類推はめちゃくちゃよく使うので反対解釈っていうのはその条文が規定しているのはこれだからこれ以外は OK だって考えたで類推っていうのは この趣旨があるから同じようなものでも同じだよっていうで今日、ちなみに民法の1回目で類推適用って勉強するのであのそこは今日の講義の後半でも具体的にやってみますで実際、そうするとこの類推とかで解釈が必要になるでこの類推解釈という言葉、ね、出てくるこれ余談ですけど刑法ではやっちゃいけないとされています刑法で類推解釈をやるのは絶対にだめとされているなぜかというとどういうことが起こるかというとこの人を殺したものは殺人になるというのがあるでしょ じゃあ、えー、この立法趣旨はですね、えー、命を尊ぶためにあるんだとで命を尊ぶためにこの、えー、殺人罪が存在するとすると、まあ、人でなくても例えばそれが虫であったとしてもですね、えー、生きていることには変わらないだろうとということはじゃ生き物であるという点では虫であっても同じだから虫にも類推解釈しようということになると、えー、虫を殺した者に殺人が成立するみたいになっちゃうそうするとこれはなんか法律の勉強の、ま。の 前のところとかであのおそらくは公民とかの勉強で罪刑法定主義ってありましたよね、えー、刑罰を犯すにあたっては法律の明確なためがいるわけですよそしたらやっぱりそういうふうな類推解釈を認めると思わぬ処罰を受けることになるので、まあ、類推解釈とか類推適用っていうのは刑法では禁止されているというふうにされています では、えー、と今日の講義、です、ね、あの前半、ちょっとあれなんですけれども、その類推解釈というのを、その具体的な民法の法律で、えー、後半はや,るやってみてで、あとはね、せっかくなので、あの虚,偽虚偽表示、ごめんなさい、えーと、あと判例の読み方ね、判例の読み方っていうのもちょっとまとめて、えー、やっていくことをします。で、そうするとですね、ちょっと最初に、そのベースとなるものだけちょっと紹介すると、この虚偽表示ってこういうやつなの。 相手方を通じてした虚偽の意思表示は無効とするという条文ですねでただこの無効とするという条文が実は2項で続きがあるんですまだ類推解釈は次の後半やります、えー、類推解釈は次やるんだけどまずはこの94条っていう知識をちょっと入れてから、えー、それを勉強することになりますがまあ言った通り相手方を通じてした虚偽の意思表示っていうのは A さんと B さんとの間で、まあ、売る気もない買う気もないにもかかわらず その契約を結んだ場合にははその効果は生じないとでただ2項で続きがあって全項の規定による虚偽の意思表示は善意の第三者に対抗することができないと書いてあるでこの善意の第三者っていう言葉なんですが、まあ、日常的には善意悪意っていうのはまあなんかいい人悪い人っていう意味で使われることが、まあ、日常的な方法としてあるんだけど法律の世界では善意悪意というのは知ってるか知らないか を指しますですから善意の第三者っていうのはいい人か悪い人かっていう話ではなくてこれ要するに知らないって意味です端的にで。とするとこの善意の第三者に対抗することはできないって書いてあるで対抗することはできないっていうのはこれも日常的には対抗っていうと争ったり戦ったりのイメージなんですが法律用語の対抗っていうのはあの権利であったり法的効果を主張できないっていう意味で使います。 つまり自分の権利であったりとかを主張できませんよみたいなことを言ったりします。つまりこの対抗できないというのは、まあこれはもう言葉遣いですからね。えー、権利であったりとか主張できないことを言います。で、この九十四条っていうのは民法の。 入門講座の1回目で、えー、おそらく1回目のもう前半かな、えー、1回目の前半でもがっつり扱う内容なので、ここで知っておくだけで、民法1回目楽になるから、するとこの2項って具体的にどういう適用を予定されているかっていうと、A さんと B さんで、例えば売買契約を結んだふりをして、例えば A さんが所有者のパソコンを、AB で売ることにして、まあ、これ、売買。 ですねえー、これ S っいうのは売買って意味ですけども A さん B さんで売ったこと買ったことにしてで B さんにパソコンを引き渡してるでこのパソコンの引き渡しは無効ですで今日の講義でもやったけれどもあの契約っていうのが有効に成立すると所有権移転しますよね契約,の、えー、契約の効力っていうのは物件の変動原因ですからもし仮にこの契約が有効であればこのパソコンの所有権は A さんから B さんに移るわけだけれどもただ B さん AB カーは通報虚偽表示なのでこれは効力が生じてませんから所有権は A さんのままですでそのような中で B さんがパソコン持ってるから C さんがこれを見てあ俺欲しいわと思って B さんから買っちゃったっていうケースなんですでこの場合この人は善意の第三者に当たります これれ言ってみれば AB 間で通報虚偽表示があるということを知らないで買い受けた第三者がいた場合にはこの時には,はいえ書いてあるよねこの通報虚偽表示は全員の第三者に対抗できないということになるそうするとどういうことかというと A さんとしてはまあ要するにこれ無効だから私のものだからって言ったわけですで C さんからすれば俺は B から買ったんだという話です。ね C さんからすれば B から買ったんだからこ、これ、丸はパソコンにしましょう、このパソコンは俺のもんだって言いたいわけだけど、A はいやいや、これ、通報虚偽表示で無効だから、所有権移ってないから私だよ、あんたは無権利だよってことを言うわけだけど、この94条2項の規定を見ると、この無効は主張できないんです、C に対して。ということは、結果的に A は C に対して、無効主張することができません。 そうすると結果的にどうなるかというと A は自分で権利を主張することができなくなってしまうのでその効果として所有権が C に移るというふうに説明されますまあ言ってみればこれ A さんと C さんどっちを所有者とすべきっていうときに、まあ、原則論としては通報虚偽表示で無効なんだけどその通報虚偽表示が無効だってことになっちゃうと結局は何も知らず買った人っていうのは権利得られないんですよ。でそれは明らかかにおかしいいじゃないだって まあこの権利がぶつかってるののは A と C じゃんでこの2人のさ落ち度を考えてみて A さんっていうのはこういう、ね、通報拒否表示を行って、ねなんかね、言ってみれば誤、ね、認が生じるような形で、ね、外観作るようなことをやってる A には落ち度が大きいけれども C って全く落ち度ないじゃん。普通に B が持ってると思って買いに行ってそれで権利得られないってなるとおかしいのでその場合にはその無効主張ができない結果94条2項で C が 所有権を取得すると、まあいうのが九十四条二項の問題なんですね。で、でこの九十四条二項の問題をちょっと応用するのをちょっと今日の後半でやりますので、えー、まずはこの虚偽表示自体ね、えー、虚偽表示自体は。 まずはどういうルールなのかというのをちょっと見ておいていただければと思います、まあ、これを使って、ちょっと休憩を挟んでから、えー、と5ページの下、ですね、えー、今日の累積を条文の読み方っていうのを少し、ねえー、見ていくことにいたします、はい、じゃそれでは、ね、少しあの全体構造編長丁場かもしれませんけれども、えー、まあ何とか重要なところで条文と判例の読み方っていうのを引き続きやっていくことにいたします、はい、じゃそれででは一旦ここで休憩いたします。 じゃあ、それではですね、引き続き後半の内容ということになりますが、先ほどの前半の最後でやった94条2項の知識を前提に、この類推適用っていうものをしっかりとできるように。で、場合によってはこの類推適用というものをしっかり書けるようにっていうところまで、今日はね、全体構造ではあるけれど、やろうかなと思っています。で、まず、前回の前半の最後に扱った内容ですけれども、 まあこんな感じでしたよね、えー、と相手方と通じて虚偽の意思表示は通報共有比で無効なんだけれどもその意思表示についてはその意思表示の無効については全員の第三者が現れた場合にはそれを主張できないとされていますでこれはですねあの具体的な事例でいうと5ページの下の事例1というやつこの5ページの下の事例1というやつが対応していて、まあ、ちょっと見てみましょうかね まあこんな感じ A は債権者からの差し押さえを免れるため、まあ、A は要するにだ人から借金しているわけですよで、まあ、お金返さないと差し押さえみたいを食らうので、まあ、その差し押さえを免れるために友人である B と示し合わせた上で A 所有のパソコン、まあ、20万円相当以下本件パソコンというということですがこの本件パソコンを B に売ったことにして、A、B に引き渡したで引き渡しを受けた B は事情を知らない C に本件パソコンを売却し C に引き渡したという事例でこの事例については先ほどの94条2項をストレートに使って解決できる問題なわけですねまあ特にこれは条文の使い方なんでしっかりとまずこの事例1を見たときにこの94条1項をまず満たすことをちゃんと確認しましょうつまり事例としては図としてはこういう図なんですわねまあちょっとやるけどね AB 間でどうやら売買が行われて でこの売買の後に C に引き渡したという、まあでまあ、パソコンがまあ A から B、B から C へとパソコンが行ったという、まあ、こんな事例なわけです。じゃあこの時まず最初に、えー、条文の解釈という点で見ていくと債権者からの差し押さえを免れるための後に B と示し合わせた上でって書いてあるでしょ。ということはさっきの通じてしたが満たされる、えーまあ、通帽ってやつですよね通じてしたというのが満たされている。そししてて次にに売ったことにして 細かくですと差し押さえを免れるため売ったことにしてってことは結局これつあの虚偽だよね。売ったことにしたっていうことですからそうするとこの B と示し合わせている通報そして、まあ、虚偽の意思表示、まあ、ここだね通報でそして、えー、虚偽そして、まあ、売ったことにしたってことだから意思表示がありますから。 え通報した虚偽の意思表示っていう3つがこの事例から揃ってるから要件としては94条1項の要件がまあ揃ったわけだで94条1項の要件が揃ってるってことはこれは94条1項の効果としてえ無効になるとえ94条1項の効果として無効になるしたがって本件パソコンの所有権はいまあ未だ A のままにあることになるよねでその後にえしれっと見ると引き渡しを受けた B が 今度は事情を知らない C に本件、パソコンを売却しちゃった。ということはこの C というのは善意の第三者に当たると。に当たりますから、この C に対しては94条2項が適用されていると、まあ、いうことになります。そうすると、先ほどの法的効果としては、通報虚偽表示で無効なんだけれども、A は C に対して対抗することができない。従って、A は C に対して、 対抗することができないから結果的に所有権は A から C へと移ると、まあ、C が所有権になるよというそういう事例だったわけですでこれは94条2項を直接使う問題だったわけですがではねこの事例2はどうでしょう事例2でこれは A と C どっちが勝つのっていうのをちょっと視点として考えてください A は税金対策のため自己所有の土地をこれ、登記名義というのは誰が所有者なのかというのはまあ明らかにするようなものを登記というふうに言っていてあの別に登記を備えたからといって別にそれが所有者が動くわけではなくて誰が所有者なのかということを外に出すこれ工公示というんだけど誰が所有者なのかというのを外に公示するための手段として登記というのがありますなのでまあ一見すると実際には所有者じゃないけれども登記を備えると所有者であるかのような外観が生まれます 実際に登記名義が例えば B になっているという場合には,所有,権は A 所有権が B になくともその登記を見ると B が所有者であるかのような状態になっているという、まあ、そういう状況ですで、まあ、税金対策のために A はその登記名義を無断で息子 B のところにしていたつまりまあ A、B ってあった時に B がまあ登記を備えていたとでそしたらまあ息子の B に登記名義にしていたところ B は本件土地の登記が自分になっていると。 え本件土地が自分名義になっていることに気づきまあこれで帰化としてやったと思ってねえ事情を知らない C に売却をしたという状況ですでするとまあ事情を知らない B に売ったとっいう状況だからまあこんな感じですよねあ,あ C かごめんなさいえ事情を知らない C に売却しましたみたいなノリになってるわけですじゃあそうするとこの事例をパッと見たときにえまあちょっと要注意なのはあのまあ A あの原則として所有者は A なわけですよね で別に B に対して売ったって事実は全くないですよね、えー、今回の事例だと、その税金対策のために、えー、無断で息子の B 名義にしていたにとどまるということです、えー、息子の B 名義に勝手にしておいたというだけの話なので、そうすると、まあ、所有権は A のものであって、別に登記があったとしても、それはあくまでも誰が所有者のかということを示すようなものにすぎませんから、えー、別に C が買ったとしても、まあ、C は所有者として所有権を得られるわけではない,っていう。 でただ、まあ、C としては事情を知らないわけですよ。税理で事情を知らないですよ。で、この時に C が所有権を得られないっていうことは、やっぱり明らかに妥当性を欠くわけよ。ですよね、本来だったら AB で、まあ、さっきの事例だったらこういう通報虚偽表示があって、で通報虚偽表示に基づいてこう売却をした、でそれでまあ C が税理の第三者ならば C が所有権を得られるよっていう話だったわけ。でそれととの関係で言うとさ この事例もさ、やっぱ C を保護する必要性はあるわけ。ですよね、C の立場に立ってみ。あの、登記を見たら、登記簿見たら B の登記簿になってるから、ああ、これ B のもんじゃんと思って買ったわけだよ。で、買ったら実は違いました、みたいな。A が勝手にやったことですっていうことで所有権得られないっていうのはやっぱおかしいだろうと。だからなんとかして C を保護したいところはある。けれども、あの、先ほど言ったけど、94条2項の、で、保護することはこれ不可能なんですよ。なぜならば、もうしっかり条文確認してほしいのが、94条の要件は、 通報した虚偽の意思表示でしょ。ということはここに通報がないんですよ。ということは94条の1項ないし2項の直接の適用はできない。いい直接適用はできないで。だけれども先ほどの類推適用っていうのはどういう場面で使うか直接は適用できないけれども条文の趣旨が当てはまる場合には 同じじ効果を認めるべきだいいう話じゃないそしたらこの94条2項って何どういう趣旨の条文だってことを考えるわけですでこれは正直頭の中でインプットしなきゃいけないしあの民法の1回目とかだとチェックシートで覚えてねっていうところ一番最初でやることなんだけど一般的にこの94条2項っていうのはどういう条文かというと権利外観法理って言われていますどういうものかというとですね、まあ、例えば虚偽の外観が作られていると。 まあこのように通報虚偽表示のによってまあ B が所有者であるかのような外観が作られていてで A に落ち度があると A がその外観を作ることに対して落ち度があるのであればその外観を信じた第三者と比べたらどっち保護するかといったら A を犠牲にしてでも C を保護して C の思った通り信じた通りの権利を認めるべきだという考え方に基づいているのねでこれは条文には書いてないよ。 条文には書いてないけれども、その条文の趣旨というのは、そういう趣旨で作られているというふうに、えー、今、返されているわけです。だからそれを頭に入れなきゃいかん。そうすると、この94条2項というのは、ちょっと次のページにあるんだけど、あの権利外観法律と言われているで、民法ではこれをちゃんと覚えなきゃいかんよという話になってきますが、まあ、3つなんですよ、本人、つまり A に奇跡性がある、で一般的なこの奇跡性というのは、落ち度みたいなイメージです。A に落ち度があ 虚偽の外観が存在していていそして第三者が信頼している、まあ、この第三者 C という状況であれば結局は A と C だったらやっぱり保護性は C の方が高いよねといいよね、えー、保護性としては C の方が高いからやっぱり C を保護して権利を認めるそうするとこの3つを満たす場合には、まあ、この94条2項ってまさにそういう場合でしょ。 本人に奇跡性があって虚偽の外観があって第三者が信頼しているという状況があるのであればその状況をやっぱりえ満たす場合には本人の犠牲のもと信頼通りの権利を認めようという考え方になるわけですそうすると先ほどの勝手に登記しちゃった事例では直接適用はできません直接適用は通報がないからできないけれども94条2項というのはこういう趣旨なんだとこれは答案だったら書くんですそれを 答案だったら最初に直接適用できない理由を書くで直接適用できないけれども、えー、この94条2項の立法趣旨はこうだっていうことを書くでこの立法趣旨が当てはまるんだったら直接適用できなくても同じ効果を認めるべきだっていうことを示せばあとはこれ満たすかどうかをやるんですつまり条文に書いてないことを当てはめなきゃいけないっていうことだね条文の趣旨を作ってその趣旨を当てはめるそうすると本件どうですかね はいえー、ちょっと確認します。通報がないから直接的にはできません。ただ、権利外観法理が、えー、満たされるのであれば、94条2項の類推適用ができるのであれば、C を同じように、えー、説問1とうように保護ができるんじゃないかという問題。じゃあ、当てはめてみましょう。はい、まず、本人の奇跡性、まあ、虚偽の外観に対する本人の奇跡性については、A に落ち度があるか。 えもう落ち度以外の何もんでもないよね、えー、税金対策のために勝手なことをやっているわけですよね、えー、この事例2であれば、A は税金対策のために勝手に、もう税金対策で無断でなんて、これは虚偽の外観に対する A の落ち度は十分認められる、じゃあ次に虚偽の外観があるか、B 名義の登記、B 名義の登記になっている時点で、これはもうあの虚偽の外観です、先ほど言った通り、登記名義というのを見ると、あ,のあたかも B が所有者であるかのような状況になっちゃってますから、えー、虚偽の外観はあります。 そして C は実際に事情を知らないわけですから第三者の信頼もある。ということになれば権利外観法理が適用される状況になっているじゃないかと考えるわけです。とすると結局この3つの要件を満たしているんだからはいよしと94条2項類推適用で94条2項と同じような方向化を認める。したがって C に所有権が認められるっていうように書いていけばいい。するとまあこの類推適用論っていうのは、まあ あの結論とするとこの直接適用できるかっていったらできないわけですよね。で類推適用できないといしてなんで類推適用を認めるのかっていったら権利外観法律が満たされるからですよ。あこれは94条2項の趣旨あごめんなさい趣旨趣旨が書き忘れた、えー、94条2項の趣旨が妥当するからですと考えていきまい すると、まあ、今日初めて、えー、ね、法律の勉強しても、なんとなく答案の書き方っていうのはイメージが湧いてくるかなと思う。この手の類推適用だったら、使いたい条文をまず指摘しよう。今回、94条で何とかしたい。けれども、どうにもならんと。満たしてない。でも、まだ諦めるなって話なんですよ。この条文の趣旨はこうだ。その趣旨が当てはまるんだったら、類推でいくっていう感じで、えー、権利保護を主張していくっていうことになる。そうすると、類推適用っていうのは、もう、しっかり慣れるまではね、直接適用ができない。 条文を指摘してから直接適用ができない、そして、はい、趣,旨趣旨を示す、そしてこの順番です。いいかな その今回だったら94条の直接適用ができない理由、理由も含めてね、できない、その趣旨を示して、趣旨が、これ本事例でね、ちょっと書き込みが多くてごめんね、そうすれば、したがって、 とと、OK、といいいいいうう結論を導いていけばよいということになりますのでまあ民法の1回目の講義でここはもうかなりあの踏み込んだこともやっていきますからまずは今日の全体構造でこの辺のところを頭の中にすっと入れておくと1回目の講義、結構スタート楽だと思いますのでえまあ今回はこの民,法の民法に限らず条文の解釈論ということでやりましたけれどもこういうあの類推解釈、類推適用これあの類推適用ということもあるので今回、類推適用という言葉を使っていますがまあいずれも同じような使い方です。これをま,あまず 学んででいきましょうってことこすでそうするとこれで皆さん条文はできるようになったもうとりあえず条文の読み方、まあ、言葉遣いを含めた読み方そして解釈が曖昧なものについては解釈は目的論的解釈といって条文の趣旨踏まえてその解釈をもとに、えー、その当てはめができるかどうかやっていくってなりましたじゃあ条文で解決できないものはどうするかというと、えー、判例を使っていくことになりますじゃあ判例使っていくわけですがじゃあそもそも判例とは何か とというと、まあ、考え方の順番というのは条文があれば条文で条文の解釈で済むなら条文の解釈、えー、それで妥当してどうしても無理だったら判例ちなみに判例がない時はどうするかという道なき道を行くことになりますから裁判所の判断である判例がない時はその時はあなたの意見が聞かれますだけどあなたの意見って言われてもそんなん知らんがなって話なので通常は学説というものが存在します 最高裁の判例がないものについては、まあ、学者さんの人たちが研究の中でこういうふうな見解があるんだっていう様々な学説があってで、その時に学説っていうのが問われるけれども、基本予備試験では学説を問われる可能性はほぼないと思っているんです。あの学説は、だから例えばセブンサミットっていうね、えー、まあレックでは結構ボンっていう教材があるわけですよね。であの教材はあの実際調べ物をしたりとか、もしくは深くね、 あの深く勉強する時なんかで参照するときにはまあ有効ではあるんだけれどもあやっぱり学説は結構載ってるんですよで学説は結構載ってるんですがあの特に1年コースの中ではあの予備試験で問われることの可能性が低い学説は基本的にはほぼやりませんあの、まあ、や,や,やってもねあの出題されないっていうのが一番の理由なんであのやらないんだけどただ講義の中で例外的にやるものがあります 例外的にやるものが最高裁の判例はこう言ってるけれども明らかにおかしいというのもあるんです、中には最高裁は判例こう言ってるけれども明らかにおかしくてもう学者さんだったらもう10人いたらもう9人ぐらいがこの判例はおかしいと言ってるようなものって中にはあります、あとは他にも判例の中にはもう戦後間もない判例みたいなのがあるわけです。 戦後間もない判例みたいなものだったら今はさすがに妥当しないだろうみたいなものについてはやっぱり一部学説は勉強しなきゃいけないのでその限度では学説やります、なので、講義の中で学説っていう風に言っているときにあの出てきたものはあのやった方がいいっていう形になりますけどそれ以外まで手を広げる必要はあまりない。 いう感じです、まあ、ちょっと先にちょっとその学説だけやっておくとですねまあ、CF でこのね7ページありますけれどが、まあ、学者の解釈に対する見解というのが学説なんですが、まあ、大体、判例の結論が妥当ではない場合とか、まあ、そもそも判例がない場合に意義があるので、えー、それはまあ当然、有力な見解というのはありますのでその判例ではどうにもならないようなところとかあとは試験対策上どうしても必要なものっていうのについては学説は扱っていきます。 でただ、じゃ司法試験、予備試験で、じゃ学説が全くいらないかっていうと、あの、まあちょっと矛盾するかもしれないけど、そうではなくて、担当では聞かれるんです。えー、学説 A、学説 B、学説 C みたいな感じで、えー、見解が3つ並んでいて、学説 A の批判として正しいものはどれかとか、えー、学説 B の論拠として、えー、適切なものを埋めていくとか、どうしても担当では聞かれるので、学説はその担当合格講座の中、 まあ正直論文書くにあたって学説は必要なものだけやってであとは担当で問われるものは担当合格講座の中で担当プロパーとしてやっていくのでまあだから、要するによくこれね復習する際とかにも出てくるのが最初ってやっぱり一番最初の勉強する時ってやっぱりしっかりやりたいってなるでしょそうするとまあ対応するなんかいろんな参考資料みたいなのを全部覚えなきゃってなるかもしれないえけれどもあのことこの学説というのに関して言うとあの言葉はよくないけど初学者がやるとかえって有害なこともあるんですよね。 あの実際にその、まあ、有力な学説もあれば、ね、そうでない学説もあったりするので,でしかも試験で出ないというケースであればそれはもう出てきたものだけ愚直にやった方が絶対に有効ですので、まあ、そこはもうある意味あの、信じてもらって、ね、出てきたものだけやってください。でその時間ががあるんだっっったたたら判例をたっぷりやった方がいいってことこで その勉強の時間があるんだったら判例たっぷりやった方がいいですじゃあ判例とは何かというとあの裁判所が裁判によって示した解釈で、まあ、条文解釈においては極めて重要な意味を持ちますで特になんで判例をやった方がいいかというと端的に出るからですもう条文だけで解けるものというのはやっぱり出題されにくいわけですよねじゃあ何を聞くかといったら最高裁の判例があるものについて、えー、それをベースとした問題が問われるというのはやっぱりあの非常に多く出てくるので、まあ、条文と同等の位置づけになります であとはちょっと細かくあの補足しておくと正確に言うとここで裁判所って書いてありますがあの最高裁判所が出したものが判例と呼ばれていますでその先例としての拘束力があるのは最高裁判例です最高裁判所が何か事例に対して判断を下したものについてはあの先例としての拘束力があるから、まあ、実際、答案を書くにあたっては最高裁判例があるものはそれを前提に事例処理しちゃっていいとでそれに対して下級審ですね 高等裁判所とか地方裁判所のものについては裁判例といって一応区別されていますなので講義の中でもあの判例って言ってる時と裁判例って言ってる時はあの最高裁かそうじゃないかの違いだと思ってくださいで、まあ、特に重要なのはやっぱり判例ってことになりますがただこの判例を勉強するときに今日ここはしっかりやってほしいの,その特にその今まで何か法律の勉強とかで少し触ったことがある人が陥りやすいミスがあって判例っていうのはその 絶対的なものではなくて具体的な事事件件があってててその事件に対しし解決を下いるんですで、ね、あの日本というのは付随的意見審査制というのがとられていて具体的な総称事件があってその具体的な総称事件を解決するために裁判所が、まあ、司法判断を下すということになるわけですよね。そうするとその,その事例の違いによって結論は十分変わるんですよ。 まあ、ここのところでもちょっと、えー、書いてありますけれども、えー、裁判所というのは具体的事件の解決のために必要な限度で司法判断を下すに過ぎないということですですから判例の事案というのがめちゃくちゃ重要になりますでこれはちょっと言葉はよくないんだけれども論文式試験のない試験だったらもう判例はこう言っている丸かツか丸、っというふうに判断できます ただし論文式の場合はそういうことを聞いているわけじゃないですね。判例と似たような事案が与えられてこれについて解決心示してくださいということになりますからその判例が使えるかどうかということを聞いてきます。でじゃあちょっとイメージが湧きにくいから例を出します。えー、まあ今度はちょっと刑法のようにしましょうさっきは民法ばっかりで,、ね、あれでしたから刑法でおそらく聞いたことがあるかな正当防衛ってやつ。でこれはあのすごいと言っちゃうと えー、仮に人のことを殴っても、えー、殴り返す分にはいいよってやつです、9泊不正の侵害、まあ、いきなり例えば誰かがいきなり殴りかかってきて、9泊不正の侵害があってで、自分の体を守るために、えー、やむを得ずにした場合ままあ、この自分の権利というのは自分の体を守るために防衛の意思を持って殴り返したと、相当な手段で殴り返した場合には、その場合には罰しない。 これはですね、違法性阻却自由といって形式的には傷害罪にあたるようなものであったとしてもそのような正当防衛状況で行われた相当な反撃というものはやはり社会的に相当な行為でその違法性がないとされるんですよ違法性のない行為として犯罪が成立しないんですじゃあこの正当防衛はなんかイメージとしてはね、その殴りかかられてきたものを相当に殴り返す分にはまあいいだろうぐらいのイメージですよねじゃあこれでよくある論点として自傷侵害という論点があるんです で自傷侵害というのは、まあ、ここに書いてあるけど、相手方の攻撃に先立って相手方に対して暴行を加ええー、自ら侵害を招いた場合などというふうふに書きましたが、えー、ある程度砕いた感じで説明するとですね、まあ、仮にの例7ページのちょっと下の空欄に書きますけれども、まあ一つの例にしましょう、コート A にします。ね。 あ、で、刑事事件だとね、あの、なんか被告人とかをこうって書いたりするので、あの、一応こうっていう,うに書いてますが、まあ、こうさんが例えば A さんから殴りかかられました。え殴りかかられたんで、クソーと思って反撃したと。クソーじゃまずいのか。自分の体を守るためですよね。殴りかかられたから、うおーと思って、やばいと思って、とっさに殴り返した。で、この時、この反撃行為があった。で、まあ、一応ここで A さんが、九百不正の侵害。 があってそれに対して反撃をしたでこれに対してはまあ正当防衛がまあ成立するんじゃないかっていうのはこれはなんかいいですよねじゃあちょっとだけ事例変えます A さんはいきなり殴りかかってきたもんだから江さんは殴り返したんだけど実は江が A に対してその前の段階で挑発行為を繰り広げていた、えー、としますだから日頃は江、ね、が A のことをいつもバカにしていると。 でいつもバカにしていて、まあ殴り返、殴りかかってくることもなくて、いつもね、こ、え、う、ー、が A のことをバカにしていても、A はずっとね、下向いてこらえてるみたいな状態だから、今日もいつも通りすげえバカにしたと。で、すげえバカにしたら、A は今日に限っていきなり殴りかかってきたと。で、おおっつって殴り返した。このとき正当防衛は成立するでしょうかっていう問題。 つまり形式的には旧白不正の侵害に対する反撃行為だから正当防衛になりそうな気もするけどこの前の段階でそういう挑発行為であったりとか名誉毀損行為をやっているんだったらある意味自業自得だわねある意味自業自業得だわねということは公に対して正当防衛を成立させるべきじゃないんじゃないかというのがこの自傷侵害という議論なんですでこの自傷侵害は実は条文はないんですねないから最高裁の判例が参考になる。 でこの時最高裁何と言っているかというと6ページ、こういうふうに言っているんです、えー。防衛者の反撃は何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為でなく、まあ、この場合、防衛者ってさっきの江さんですね、えー、コーさんの殴りかかったとっいう反撃は何らかの反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為ではなく正当防衛は成立しないと判例は言っていて平成20年の最高裁判決ですね最高裁決定で出ています。じゃあ で実でこのような最高裁判例があるから担当の勉強でやっている人はこれを見て覚えるんですよあ自傷侵害は成立しないと正当防衛にならないと、えーまあ、自傷侵害、つまりそのような、えー、こっちが先に手を出したみたいなそういうもともと最初手を出して反撃されてそれに対する再反撃みたいなそういうい自業自得みたいないわゆる自傷になっている場合にはこれは正当防衛成立しないんだとうう覚えちゃってじゃあ じゃあ自傷防,、まあ、防衛には正当防衛は成立しないんだというふうに、まあ、実際、覚えてしまう人も結構いるんだけれども予備の論文では絶対にやってはいけない学習なぜならばこの判例というのはある事件に対する解決として出ているわけじゃあこの事件どんな事件だったんでしょう、えー、その事件については実はですね、えー、まあ実はというか自分は私がつけたんだけど7ページの上にその事例載っけましたこんな事案だったんです えー、平成20年の5月20日の最高裁決定。まあ、特殊警棒事件とか、まあ、あとはラリアット事件とか言われてる事件なんだけど、事例ちょっと見てみます。まず、こうは、まあ、言い,い争いになった A の左方をまずバチンと殴ったんですね。えー、左方をバチンと殴りました。で、走って立ち去ったんです。そしたら走って立ち去ったところ、A が自転車で追いかけてきたんです。で、現場から26.5メートル先を左折して、60メートル進んだ歩道上で、えー、まあ、これ距離的にはそうでもないね。 すぐに100メートル自転車で1 0 0ルならす,すぐですからもう殴られて立ち去ったあとすぐに A は追いかけていったで追いかけて何をやったかというと,、えー、っと水平に伸ばした右腕で後方から A、甲の背中の上部または首付近を強く落出した。 まあまあまあ、最高裁がラリアットっていうのをこうやってなんか、ねえー、ラリアットのことをこうやってまあ説明したわけね、まあ、いわゆるラリアットですよね、さすがにあの最高裁が判決でラリアットかましたって言うわけにもいかないので、えー、一応水平に伸ばした右腕で、ねえー、後方からコの背中を、えー、強く殴打したと、そしたらそのラリアットかましたわけですよ、えー、自転車で,で、自転車ラリアットかまして、でそれを食らったコとしては、もう携帯してたなんで持ってたんで特殊警棒で A をめったうちにしたって事件なんですよ。 つまりこの事件というのは最初に行われた第一行為というのが第一行為というのは左頬を殴る左方をーーでここが問題だったわけですが第二行為というのはまあラリアットそして反撃行為は特殊警棒、まあ、事案としてはこういう事案だったんです。えー、つまり 第一行為は、え、こうが A に対して左方をバチーンと殴って、で、これは旧惑星の侵害かどうかっていうのは今回問題になるわけだけど、それに対してラリアットで、えー、自転車ラリアットをかました。で、自転車ラリアットを食らったこうが特殊警棒でボコボコにしたという事件だったんですよ。で、この時にこの特殊警棒でボコボコにしたものには、えー、正当防衛は成立しないよってした判例なんです。じゃあこの時判例は何て言ってるかっていうと結論だけ言ってないんだよ。事案に対して、 本件の事実関係のもとにおいてはというのが前にちゃんとついているの本件の事実関係のもとにおいては公の本件傷害行為は公において何らかの反撃行為に出ることが正当される状況における行為とは言えないということでまあサクッと有罪判決を出したという問題なんですがじゃあ本件の事実関係で判例何て言ってるかこれは判例の呼び方というのはここなんですよまず公は A の攻撃からされるに先立ち A に対して暴行を加えているのであって A の攻撃は、甲の暴行に触発された次のところです、えー、直後における一連一体、まあ、この甲の暴行に触発されたの後ろのここですね、一連一体の事態ということができ、公は不正の行為により自ら侵害を招いたものであると言えるから、甲の攻撃が。 オツの前期暴行の程度を大きく超えるものでないなどの本件事実関係のもとにおいては正当防衛にならないつまりこの正当防衛が成立しなかったとっいうのをただ単にいわゆる自傷侵害だからというふうにあっさり切ってないでしょう自傷侵害だから正当防衛じゃないよというふうな門切り型でやってないんです最高裁の判例はつまり3つの要素1つはこれちょっと分解するとまず1つはこれなんですよ 不正の行為によより自ら侵害を招いたっっててことを言ってますよねつまり最初の項の A に対する行為は左頬を殴るという暴行行為なんだよねつまりそのような不正な暴行行為がまずあってそして2つ目ちょっと順番としては判例の見方は丸2直後における一連一体の事態つまり不正な行為をまずやってその直後の一連一体の事態としてラリアットがやってきたそして次 A の攻撃がコの前期暴行の程度を大きく超えるものではない。え、つまり、ラリアットは、左頬をバンと殴ったことに対してのもので、大きく超えるものではないでしょ。つまり、例えばこれが、その A の攻撃である自転車乗ってラリアットっていうのが、左頬を殴ったという A の、コウのね、最初の暴行の程度を大きく超えるものではないからっていうことです。そうすると、これ少し事案変えてみます。例えば、 この最初が左頬を,を殴るのではなくてその人が例えば肩をポンポンと叩いただけまあ頑張れよみたいで肩を叩いたら A の虫の居所が悪くて自転車で追いかけてラリアッとかましてきたっていうことであればこの判例の射程は及ばない可能性は出てくるでしょう。 だってか判例はこの事実関係であの一応注目しているのは不正な行為で侵害を招いたこと一連一体の事態であること、丸2っというねラリアットが大きく前期暴行を超えるものではないことというのを踏まえて考えているわけそうすると第一暴行が例えば不正な行為ではない肩たたきだったりすれば状況変わってくるしあとは2つ目一連一体じゃなかったってもそうでしょ例えば左方をバンと殴ったで殴った後にその場では終わって 3日後ぐらいにたまたま見かけたと A がこうのことで3日前考えたら殴られたと思って頭きたっつってラリアってうわーっと攻撃してきたそれに対して反撃した場合には正当防衛成立する可能性はあるよねで同じように3つ目この A の攻撃は B の攻撃を大きく超えるあっの攻撃を大きく超えるものはないって言ってるけどじゃあこれも事案として左方を殴った。 で殴った後その直後に自転車で追いかけたと、まあ、いう感じですね殴られた A が自転車でわーっと追いかけてきたんだけれども A がラリアットでなくてチェーンソーで追いかけてきたらどうしますって話、えー、つまり左方を殴ってそれで、まあえー、自転車でわーっと追いかけたらチェーンソーでいきなり切り刻まれそうとしているような状態だったらそれに対して特殊警棒もありえるでしょうつまり自傷侵害っていう一時をもって決めてないんだねこれはねで少しこれは刑法の重要判例だけどそうすると結局要素としては3つ見てるんですよ 一つは、この第一行為が不正であるということですね。そして、第一行為と第二行為が一連一体。まあ、一般的には時間的、場所的に近接しているなんていう言葉を使う。まあ、一連一体の次回。 でこれらの事情を踏まえて、えー、要するに、丸三に正当防衛を成立しない。つまり、本問の事実、本件の事実関係。判例が言っている本件の事実関係っていうのは、丸一が不正であること、丸一丸二が時間的場所的に近接していること。そして、丸二が丸一の程度を置き換えていないことで。これらを踏まえて、丸三に、 という判例は言ってるですから事実関係が動けば判例の結論通りになるとは限らないで,で予備試験の問題というのはそういうところを聞いてきますこれは民事も刑事も、まあ、つまり皆さんが法律相談を受けた時にこれってどうなんすかねって聞かれた時に最高裁と全く同じ事案のわけがなくて最高裁の事案に近かったりするけれどもここが違うみたいなところがあるわけ。 そうすると最高裁の着目しているようなところからそれが当てはまらなくなることもあるそうするとこれは一般的に、ね、判例の及ぶ射程といいます、えー、言葉としてはちょっと左側にあるんだけどこれを、ね、射程といってその最高裁判例の結論と同じ結論に必ずしも及ぶかどうかということについてはその事案によって異なる。 じゃあ、じゃ、その時に、じゃあ皆さんが勉強しようっていう時に何をしなきゃいけないか。判例勉強する時に事案を見ることはマストってことです。その判例の事案を見ないと、これは結論出てこないでしょ。なので、まあ、まあ、入門ではそういうところをしっかりやりますんで。で、特に、まあ、ここであるけれども、 だいたいコメントは入れちゃった後だけどね、あの事例とか半死をまあしっかり理解できていれば、いわゆる自傷防衛と呼ばれる、もしくは自傷侵害とも呼ばれますけど、えー、自傷防衛とか自傷侵害と呼ばれるようなものであっても、正当防衛が成立する余地は十分あり得るということになります。でこのように、えー、論文式試験では、事例問題でこういう内容が多く問われて、受験生によって極めて大きく差がつきます。でこれは まあ予備試験の1年コースの場合だとまあガイダンスとかねあのオリエンテーションとかでもまあお話した通りもとにかく論文がとにかく勝負だからまず論文固めましょうとううお話しさせていただいていてで特に一般的な受験生の中では担当は受かるけれどもずっと論文受からないというケースってやっぱりあるんですよねでそのケースというのはまあ条文に対するまあ正しい解釈論みたいなところもそうなんだけど判例に対する学習がずれているケースが結構ある。 自傷侵害だからというのであの判例と同じような結論をとりあえず示すというケースでなんかかけたという気になっちゃうんだけど実は聞いてるのそこじゃないよと判例知ってるのは当然だよとその判例と同じような結論をあなたはこの事案で導きますかということを聞いてきますなぜならば担当を受かった人が論文をやるんですということはこの判例を知らないという人はまずそもそも担当で落ちてます でそのレベルはまとりあえずクリアしている人に対して論文聞くわけだからその判例の射程っていうのをまあしっかりと自分の言葉で説明できるっていうことは必要になってくるというだから判例の読み方っていうふうに言ったけれどもその判例の考え方っていうのは結構ここでは重要になってきますでそうするとですねもう事例の問題についてはもうほとんど結論出てきたところでまあ、条文判例の要件の知識的ってことですがまあ条文 条文解釈が必要な場合は必要な条文解釈、まあ、目的規論的解釈であったりとか判例規範を示すそして判例規範を示した上で事実を当てはめてそして事実を評価して最終的な結論を導いていくという形で進めていくでそうやってみるとこの事例問題ね、えー、最初のところに戻りますこの2ページであった事例問題というのもこうやって見るとその最終的な処理までいけるようになっていますじゃあこれ えー、争点は時効完成後に権利承認した場合どうなるかっていう話ですよね。えー、この問題だったら最初に、まあ、ざっくりとした攻撃防御だけやっておくと、X は Y に対して金返せ。587条に基づいて金返せ。で、Y は X に対して、えー、時効の主張ですよね。えー、権利行使できることを知ってから5年経過しているから、えー、請求権消滅しているよっていう主張。で、それに対して X は辞任行為をしていること。えー、平成30年の辞任行為を理由とした、まあ、その時効に対する反論をしている。 それに対して、この辞任行為が、自己完成後であるということから、果たしてどういう効果が生じるかっていうことで、問題的になったと。じゃあ、その、権利完成後の自己承認については、条文に規定はないんだけれども、判例があります。じゃあ、判例、実際どうなのかというと、はい、ようやくラストになってきますが、9ページです。9ページにラストになりますが、こちらの事項に関しては、講義の中では、 えと民法の第3回かな、えー、民法第3回でがっちりやっていくので、まあ、こういうのがあるって今はあの知っておけば大丈夫ですのでじゃあこの問題、はい、時効完成後判例はこう言ってます、えー、時効の完成後債務者が債務の承認をすることは、えー、時効による債務消滅の主張と相容れない行為であり相手方においても債務者はもはや時効の延用をしない趣旨であると考えるであろうから その後においては債務者に時効の援用を認めないとするのが審議則に照らし相当である、えー、初めて出た言葉審議則という言葉がありますがこれは、ね、民法の一条で審議誠実の原則であるでこれは要は私たちが日常生活で社会生活を営んでいくにあたってはやっぱりお互いにその日常生活の中で互いに生じた信頼関係であったりとかそういうふうなものについてやっぱり尊重して生きていきましょう。 とということで一方的に相手の信頼を裏切る行為とか、まあ、言ってみればその社会生活を営む上でまで、あ、許容されないような行為というものはやっぱりだめだよというのが審議則といいますでこの審議誠実の原則というのが、まあ、民法の1条でも、ねえー、規定されているわけですが、まあ、判例はそれを審議則に照らし時効の縁を認めないとつまり結論としたら時効の主張は許さないという判例がありそうだねこれ見るとね。 えー、一応見ていくとです、ね、先ほどのところもう一回戻りますけれども、えー、時効完成後に債務者が、えー、時効の債務の承認をすることは時効による債務消滅の主張と相いれない行為であると、えー。時効完成後に債務者が債務の承認をすることは時効による債務消滅の主張と相いれない行為であり。 まあ結論としては、時効の延用ができないという判例があります。そうすると、少し戻ると、結論としては、これ、判例があったんだね。最高裁からすれば、審議則上、時効延用は無理と。審議則に照らし、これ誰だっけ、時効は Y かな。 あ、で、時効の栄養って言葉が出てきましたが、この時効の栄養というのは、時効の効果を、なんか、自ら主張することを言います。えー、なので、まあ、時効の主張ができないよぐらいで、あの、全体構造では大丈夫です。えー、Y による時効栄養は、 審議則上 Y にによる時効援用は許されなないいととうことになります従ってこの場合判例の立場に立てばどっちが勝つんでしょうね判例の立場に立てば時効の主張が許されないっていことですからまあ X の勝ちということになりそうですかねこのような結論としてはこの時効完成後の時効の時効完成後になされたものについては 判例は審議則上、時効の援用は許されないということですから、まあ、X の Y に対する有力反論としては通ったわけですね、X の Y に対する反論としては通るというのが判例の立場ということになります。でそうするとです、ね、一応、論文でこれを書いていきましょうというふうに言った場合には、まあ、シンプルにこれを、まあ、あの交互にやっていけばいいんです。 なので、まず最初に、X は Y に対して、民法587条に基づく請求を行い、Y がそれに対して時効の主張をする。で、この後、この X のところなんかは、ちょっと回りくどいので、例えば、X の,あの反論のところは、例えばもう、 この時効のリセットだからっていう話とかはなんかちょっと回りくどい感じがするよねあの時効の更新だけど時効の更新は時効完成前にやるもんだから時効完成後になされたものでは更新にならないっていうところなんかはも,もちろん書いてもいいけれどもまあコンパクトに書くのであればこの、X、y, y の時効の主張に対して X はこう主張するわけですえー、時効完成後の平成30年の10月7日にえまあ債務承認をしているとで債務承認をしているということから それは判例上です、ね、その事項完成後に行われた債務の承認権利の承認というものは審議則上、この時効延を許さないというのが判例としてあるわけだからそうするとこの Y の事項の主張というものは認められないよという反論があってでそれが通るということで終わるんじゃないでそうすると結局は X の方の請求が満たされたというふうに考えていくことになりますでちなみにこれ、細かい話については事項の話でまた勉強しますが まあ、一応このように、えー、判例があってその判例の知識を見ていくということです、でちなみにこの判例の事案というのはちょっと厳密に言うとです、ね、この判例の事案、今回書いてないけれども、判例の事案は時、ね、効が完成したことを知らずにやってるんですね、えー、事案としては。時、え、効、ー、が完成したことを知らずに、えー、債務の承認を前提とする行為を行ったということになります。 で仮にですねこ今回の事案は、まあ、おそらく時効完成知らずにやっているという前提で一応、私も解説しましたがえ、時効完成を知っていて債務承認をするということもありえますよね。えー、このつまり、ワイド側からすれば時効が完成しているということを分かって、えー、ちょっと待ってくれみたいに言った場合にはこの判例の射程は及ばないよね。だってこののの判例の事案っていうのは えこ,の時効あのこれ下はチェックシートそのまま抜き出したものなんだけど、判例の事項が完成した後に、栄用権者である債務者が事項完成した事実を知らずに、債務の存在を前提とするような行為を行った場合には、この事項利益の放棄とはならないが、審議則上、栄用は許されないという判例なんです。ということは、じゃ知っててほあの認めたらどうです 仮にちょっと事案を動かしましょう。今回の事案は、まあ、普通に考えたら知らずに、時、え、効、ー、が完成しているんだったら、こんなこと言わんでしょうから、時、え、効、ー、が完成していることを知らずに、まあ、債務承認したという前提で今、説明しましたが、もしこれが時効完,、まあ、完成したことを知りながら、Y が、もし Y が時効完成したことを知りながら、認めたという場合には、この判例の事案、あ判例の射程は及ばない。 わけですじゃあどうなるかというとこれは、ね、条文あるんですよちょっと細かいけど、えーとね、条文は、ね、146条という条文があってあの時効の利益はあらかじめ放棄することはできないという規定が146条にあってでこの146条は、まあ、要するにその時効というのをそのあらかじめ最初の段階から放棄することはできないという条文があってでこれを反対解釈すると。 さっき反対解釈って話出ましたよね。えー、時効完成後であれば、時効の利益というのは放棄することができます。で、時効完成後に、時効を使いませんっていうふうに言ったら、時効を使えなくなるんです。で、これは時効っていうのはあくまでも、やっぱり本人の意思が尊重されるのよ。時効、時効ってさ、おそらくはあれだよね。 あのお金を返さなくていいっていう、まあ、そういうメリットはあるんだけれども、まあ、一般的な日本人の、まあ、精神風土みたいなところとして借りたもんなんだから時効があったとしても私は返したいっていう人結構お世話になったから返したいっていう人いるわけそういう場合には時効が完成したとしても遠用せずに時効を放棄することが認められていますで時効を放棄した場合には時効はもう使えなくなりますだから仮に時効が完成しちゃった後でも私は時効が完成してるのは知ってます 知ってるけれども私は時効は使いませんっていうことをすればこの146条の反対解釈で時効利益の放棄というのができますだからもしこの時効が完成していることを知っていたということであれば先ほどの判例の問題にはならず146条の時効の放棄だよということになるわけねえ時効の放棄でえやっぱり時効の処理できないでじゃあ今回のように知らなかったから問題なんですよ だって知らないものを放棄できないじゃん。だからこの判例、なんで問題になったかというとあの知っててね、時効完成した後に認めてればそれは放棄じゃん。知らないで放棄できないじゃん。知らないものを放棄することはできませんから考えたらね、放棄ってそういうものでしょ、時効が完成してることを分かりながらそれを使わないという指表示だから当然、この知らない場合っていうのは放棄っていうのは観念できない。じゃあこの時に判例はどう言ってるかっていうのはこれなんですよ。え事項完成後の え場合にはだからここにちょっと細かいんで自己利益の放棄ではないって言ってるでしょ自己利益の放棄ではないけれども審議則上無理になるよっていうのはそういうことなんですそうするとちょっと勉強する意味で役に立つと思うんで触れとくとそうするとね債務の承認とか権利の承認っていうのは、まあ、これはちょっと今回の問題とは関係ないけど知っておくといいので、えー、まあ権利 あごめんなさい承認の漢字が間違ってましたそうすると権利の承認っていうふうにあごめんなさいぼやっとしちゃってました、えー、っていうふうに言うけれども実はシチュエーションによって法的効果は全然違うんだよまず時効完成前に権利の承認をするとリセットしますよねそれは民法152条ですつまりまず時効完成前になされたになされたのであればこれは えー、時効はリセットしますじゃあ時効完成後にしたら、えー、時効完成後にした場合にはこれはさらに分かれます完成を知ってたら放棄 完成を知らなかったら、法規ではないけど、審議則上できなくなるということですよね。えー、ですから、時効完成後であれば、えー、完成を知った場合、完成を知ってした場合には、結局、時効は使えなくなるんだよ、えーと。民法の146条。 慣性を知らずにした場合には、援用できない。審議則上援用権がはそ総判例ですね、喪失する。で、本件の問題はまあこの事案だったということです。 まあ感染を知らずにしたということを前提に、えー、解説させていただいたので,でもちろんこれ知ってるか知らないかわからないんだったら論文では場合分けです知っていた場合にはこう知らなかった場合にはこうっていうふうに書いていくことになりますが、まあ、解説の都合上まあ知らないという前提でくるとこの審議則上遠慮則喪失ということになります、はい、ということでこうやるとまあ論文はとりあえず書けたというふうに、えー、イメージが湧いたと思うんですがただ先ほどの事例に1回また戻りますけど 結結論論として本当にそのででいいですかねあの判例上、えーえー、審議則上、円余計喪失するから、まあ、さっきの事例、ちょっと戻りましょうか、もう一回、またここ戻しますね、えー、また戻ってきますが、ちょっと事例戻ります、じゃあ、これ、えー、と平成30年10月7日、いい加減に貸した100万円を返してくれと口頭で催促したところ、Y は頼むから年末まで待ってくれと言った、これが時効完成後の債務承認ですよね。 ですから、事項完成後に知らずにした債務承認という前提します。え事項完成したことを知らずにした債務承認が審議則上、援用件喪失すると。まあいうふうにえ先ほど判例やりましたけど、判例の射程は意識してね、あの判例はどんな事案だったか、もしくは判例はどんな理由付けをしてましたはい、ち、え、ょ、ー、っと8、9ページに戻ります。理由はこれだよね。債務の承認をすることは、 事項による権利消滅の主張と相容れない行為であり相手方にといても債務者はもはや援用しない趣旨であると考えるであろうからここ,こからんんとかいなつまり、債務承認というのは要するに事項の主張とは逆の主張でしょつまり事項で消滅だという主張とは相容れないんですよ債務を認める行為は。 ということはその債務消滅と相いれない行為で相手方はそんな債務承認をすればまさか時効主張はしないだろうと時効主張はしないだろうというふうに考えるからその信頼を保護するためですよねこの判例の言い回しからするとつまり、やっぱりこのあろうからのところにあるとおりこれって債権者にあごめんなさいえ信頼。 つまり判例が出てきたときには、ね、きちっと判、えー、例の射程を意識しましょう。つまりこの 審議則上、園謡権が喪失する理由というのは債権者に生じた信頼つまりもう自己園謡はしないよねという信頼があるからそれを保護するためにその債務者による自己園謡を認めない考えたら債権者の立場になってみて自己を完成した後にお金返してって言いに行ったらあのもう分かった返すから返すからって言ってるわけでしょ。 そしたらまさか時効を言うとは思わないよねだってもう時効完成した後にわざわざそういうことを言ってるわけだからその後手のひら返しでやっぱり時効だから金,買います金払いませんよみたいなそういうことをするということはやっぱりそれ信頼を裏切る行為なのよで新義足っていうのはまさに当事者間で醸成された信頼関係を裏切っちゃだめだよっていう考え方に基づくわけそうするとやっぱりこのようなやり取りがあれば債権者としてはやっぱり時効援用しないっていうね 信頼がもう債務者に対して生じてるでそれを手のひら返しで自己円をすることになるとそれはやっぱり審議則上許されないよねっていうことなんですとするとあの先ほどの事例の問題は1つ事案を変えると結論変わりますこの人が告をしてますよね電話であ口頭かな口頭で X が再庫した時にもう自己を完成しているのが分かってて 債務承認してててくんんねえかかななとか思いながらら狙ってやってんだっやだたら別よ,いいよ、ね、つまりあの言ってみればこのね X の状況というのはこれは書かれてないけれども判例が時効援用権を認めない趣旨っていうのは X がもう時効を使わないっていうことを信頼したでその信頼を保護するためっていうためにやってるわけでしょだからもし仮にこの X がすごい悪いやつでもう時効完成してて時効援用されるかもしれないってもう分かってると。 でそのような状況下でうっかり言ってくんねえかなみたいなね、えー、このままだったら時効完成しちゃってるってやべえとだけど Y が認めれば、えー、なんか、ね、Y が認めてうっかりなんかそう債務承認してくんねえかなとか思いながらこういうふうにやってるのであれば X にそもそも保護すべき信頼なんかないでしょうであるならばこの判例としては及ばない可能性は十分あるのでそうすると結論は変わり得る とということになります、まあ、ちょっと応用的ではあるけれども、ただ問題解くときのやっぱりこの問題にほぼすべて乗っけてるんですよね、その判例の射程も含めて、なので、ぜひちょっとそこら辺も意識しておくといいかなと思います、そうすると、この辺のところのチェックリストみたいなのがだいたい出てくるでしょ、なぜ X が100万円から請求できるかとか、いかなる反応ができるかとか、年末まで待ってくれっていうのは、それは何の意味があったか。 それはだから事項完成後のいわゆる債務承認だったわけですよね。事項完成後の債務承認であるで争点は事項完成後の債務承認の効果で解決値は判例ですよね解決値は判例として事項完成後の債務承認というのは債権者にとって生じた信頼との関係で審議則上を援用ができなくなるという効果があるということでしたでは、えー、で最後にですねちょっとここからはもう気楽にちょっと聞いていただければと思うんですが、まあ、これでまあ事案は終わりなんだけどじゃあ これ予備試験の場合には、まあ、民法の他に民事訴訟法という勉強をします、えー、民事訴訟法というのはどういうものかというと民法は実態法という概念なんですね例えば権利や義務というのが発生するかどうかとか請求権があるかどうかということについて学習するのが民法というもので,でそれに対して民事訴訟法というのは権利があるとしてその権利を裁判で実現するための法律なんですねだ手続きの法律なんですでそ,うそうすると 例えば一つの例ですけどお金を返せという請求権が仮にあったとしてであるとしても返してくれないことはあるわけでねえ請求権があっても返してくれないその時はどうするかというと民事裁判になりますで民事訴訟を起こして民事訴訟のルールに従ってえ実際に確定判決勝訴の確定判決でて強制執行するという流れになりますそうすると請求権があるかどうかという話とそれを裁判で実現するという話は切り分けて考えることになります なので,で、このようにで、刑法と刑事訴訟も実は同じです。刑法っていうのは、人を殺したらまあ殺人罪になるよってだけだけど、ただそれは国家による刑罰権が発生しただけなんですよ。いうね。国家による刑罰権が発生するのが刑法。じゃあその刑罰権を実現するためにはどうするか、もう端的に刑事訴判で有罪判決がいいでしょ。 つまりその国家による刑罰権を実現するために刑事訴訟があるみたいにその実態法とその訴訟法というふうに切り分ける必要が実は出てきます。で特に、えー、と 7, 7ページの後ろにあるんだけどあの、まあ、法律の分類として重要なのがあの広報と司法これはあの一番最初にちょっと触れましたけれども候っというのは権力対人なんですよ。権力対私人なんです、広報は。 だから憲法とか行政法がこれに当たります憲法法とか行政のよ,ように、まあ、権力と私人との間の紛争を解決するのは広報であとは司、まあ、法というのは私人対私人なんですで一応刑事系というのは一応広報には含まれるんだけどあれはちょっと特殊なものとしていますその刑事罰みたいな話になるからあの一応学習は、ね、民事系 えー、司法あ民事系、刑事系、広報系って分かれるんだけど民事系というのがこの司法に対するジャンルで刑事系っていうのはその刑法、刑事訴訟法っていうちょっとまあジャンルとしては独立したもので広報系っていうのは、えー、この憲法、行政法といったように権力関係と私人との間のせ、まあ、めぎ合いみたいなのを扱うでそれと区別のほかにこの実態法と手続き法です、ね、で実態法っていうのはの権,利権利の有無なんですよ。 有無とか発生などなどですでそれに対して手続き法っていうのはその権利を実現するためのもの、えー、権利を実現する手続きということになりますそうするとさっきの民法民法で権利が発生したものを 民事訴訟法を使ってて実現しいいくとと、まあ、うことになります、まあ、だから、まあ、刑法だったら刑罰権が刑法で発生してそれを刑事訴訟法に基づく手続きで有罪判決ないし刑の執行を行っていくと、まあ、いう形になりますので、まあ、このように、えー、と実態法と手続法という区別があるということは押さえておいてくださいではそれを踏まえて最後、まあえー、これでもうほぼほぼ、えー、最終的なところまで来ちゃうわけだけれどもじゃあこの問題 え少しね、この実態法と手続法という観点からちょっと補足していきます、これ、もし、えー、皆さんが法律相談を受けたとします、えー、この X さんから法律相談を受けました、でまあ、弁護士として法律相談を受けて、えー、先生、これ、返してもらえますかって聞かれたときに、えー、どう答えるかですねで、実は先ほど触れた通り、民法の世界では勝てます。 民法の世界ではこれは勝てますもう請求権は、まあ、もちろんこの、ね、さっきの特段の事情がなければ、えー、Y によるこの権利承認というのは、えー、時効完成後になされた権利承認がありますからそうすると審議則上時効延用ができなくなっているから、まあ、消滅時効の主張は Y できないので結果的にはあの X は返せと言えそうなんですただこれ訴訟になったらどうなりますこれ訴訟になったらちょっと話変わるんです訴訟では一つ重要なルールがあって ね、主張立証責任とはこれは別にあの覚える必要は今ないからね主張立証責任とはあんですこれはあの自分にとって有利なことを主張するためにはそのことを証明しなければいけないんですで仮に自分の有利な事実を証明することができなかった場合はそのことはなかったこととされます例えば「金返せ」っていうふうに主張するのであればその金返せと主張する原告はその金を貸したってことをもし争われたら それを証明しなければいけないんです。で、証明できなかったらお金を貸したという事実は裁判所は認めてくれないんです。で、これは言ってみれば、このキャッチボールで言うと、投げてる方は証明できなきゃダメなんですよ。投げてる方が証明できなければ相手に届かないんです。で、で、これは民,民事のその訴訟関係なければこのやりとりなんだけれども、じゃあ民事訴訟だったらどうなるでしょう。まず、X は Y に対して金貸したって言いますよね。 で、金を貸したっていうのは、まあ、請求原因事実っていうんだけど、お金を貸したことに対する請求原因事実を主張して金返してもらいたい。じゃあ最初の第一等ですね。これは証明すること。まあ、通常借用書はあるでしょう。普通お金を貸してれば借用書って作るでしょうから、まあ、借用書があるということであれば、これはなんとかできそうだよね。X は Y に対して借用書はあればそれを証明できる。じゃあ Y、反撃ですよね。じゃあ Y は時効の主張します。はい、時効の主張ですけど、弁済期というのは、おそらくは契約書に書いてあるよね。 平成13年1月5日に返すみたいなことは弁済期だおそらくは契約書だったら書いてあるはずということはこの平成13年1月5日が弁済期であることとあと合わせてこれ5年間過ぎたってことは簡単に証明できますよねだって暦だからつまり弁済期が平成13年1月5日ってことはこの請求原因の最初 X がお金返せって言ってる段階の提出された契約書から弁済期はあるからそこから5年経った事実というのはこれは顕著な事実といってまあ証明も不要なんですよ だって明らかだもんじゃあこっち通りそうだよねえー、Y が X に対して5年間払ってないってことはそれは小読みから明らかじゃあ X 反撃えー、じゃああなたは平成30年に認めたじゃないかっていうわけですよねこれ証明できますおそらくこれ証明できないでしょだってこれは平成30年のやり取りってどんなやり取り、えー、貸した金を返してくれと口頭で催促しているにとどまりますよね 口頭で催促したところ、えー、懇願したためこれしるしるこれを応じたということはもし仮に相手が認めてるんだったらいいよ30日にこんなことありましたっていうことを Y が認めてるならいいけど Y がもし争ったらどうしますさこんな30年の10月7日に会ったこともないというふうに言われた場合には会ったことを証明しなきゃいけません X はで証明できなかったら X はこの主張はできません これが、ね、証明責任ってやつなんです自分に有利なことを言うためには立証しなきゃいけないじゃあこれ立証方法としてはおそらくはなんかメールであったりとかが残っていれば可能かもしれないけれどもどうやら、まあでまあ、メールの履歴であったりとかっていうのは口頭である以上なさそうっていうことになってくるとかなり厳しいだからこの手の請求みたいなものっていうのはえ弁護士は必ず内容証明を打ちますよね で内容証明を打つのは何でかといったらその自分に有利なことが裁判で争われた時にそれが証拠として残ってないとそんなことはありませんと言われた時にどうううしようもなくなくっちゃうんです。だから何らかの形で、えー、証拠を残すことが必要になるわけですよね。 だからあの内容証明ってなんかさあの相手をビビらすために出してるわけじゃないのよなんか弁護士から内容証明したらーみたいな,なんかビビらせるためではなくてあれを出すと結局それが到達した日付って郵便局が証明するんですよ、郵便局長がだからこの,この文章が相手についたってこと自体が証明されるんでそのために残しているんです、ね、でそうするとこれが法律相談だったらどう答えあのこあのやるかっていうとこれの証拠ありますってまず聞かなきゃダメなあのこの30日のやり取りがあったことは分かったと今、話は聞いたと。 それを証証明するるる拠があるんだったら裁判勝てるよとでも裁判はもしこれが証明できないってことで争われたときには理屈上勝てるかもしれないけど裁判では負けるんじゃないのっていうことをやっぱり説明する、まあ、そうするとやっぱり民事とその実務,実務の,あの訴訟法っていうのはやっぱりその扱うのがちょっと異なってくるってね、えー、そういう話になりますでちなみになんでそういう話をしてるかというと予備試験は民事実務基礎っていう科目があるんですよ その民法と民事訴訟法が、まあ、ある意味総合的にガッチャンコするような問題があって、まあ、そういう中では、まあ、さっきの立証の可否みたいなことについても、まあ、ある程度聞かれたりするので、まあ、ちょっと全体のイメージを持ってもらうためにちょっと最後触れました、はい、じゃあ一回ここまで,、ねえー、でまず全体構造編として扱うべき内容としては一、まあ、つまとめということになります。でこのようにに、ねまあ、ちょっとまとまめて最後に <laughs> まあ次回の講義で入門講座の一応セブンサミットがありますので、まあ、このセブンサミットの使い方ぐらいなことだけちょっとだけ説明はしていくことになりますが、まあ、ちょっとレジュメの最初から見ていくとですねとにかくまあ1ページ目にあるとおり、まあ、これから、まあ、あの入門講座として本へ始まっていくとどん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 中身をやっていきますで,で何のために勉強するかというととにかく事例を解くためにやってるっていうことですよねで事例を解くために必要でじゃあその時の法律の勉強というのは結局条文解学生ごめんなさい条文判例解釈 ああごめんなさい学説だね、えー、条文判例、学説っていうものを順次捉えていく、でじゃあなんでその条文判例が必要なのかっていったら、当事者の主張反論を組み立てていく中で、その生の事実の主張っていうのを法的な解釈をしなきゃいけない、言ってみれば、お金を返してほしいんだったら、その法的根拠は何か、払いたくないんだったら法的根拠は何かってことがついて回るので、そこは条文や制度の知識が必要になる。 で場合によってはその条文の場合にはその解釈論として目的論的解釈を加えていったりとかで、えー、適切な解決を導く必要が出てくるで条文がないものについては判例を見ていくで判例っていうのはまあその射程ですよね事実関係を踏まえてその射程が問題となってくる、まあ、そのあたりのところを体系的にまあ学習していくというのがまあその法律の学習のメインということになりますで ちなみに全体構造としてはまあレジュメを使って説明しましたが一応全体構造編の,一応このセブンサミットというのが一応あります、こちらはあの本論編の講義の中でもセブンサミットというテキストは普通に使うというか普通に全科目あるんだけれども、講義の中ではまあ民法の講義ではまあ講義メモ、チェックシート事例問題集という形ではレジュメの方を使っていってこのセブンサミット自体は まあ、講義の中では積極的にはあの使う必要はないものになります、でじゃあ何のために使うのかというと、やっぱり調べ物が必要になるときってあるわけです、まあ、そのとき、じゃあ一般的に調べ物が必要なときどうするかというと、まあ、質問で私のほうに、ねまあ、講義の前後とかで普通に質問していただければそれで、えー、解消できるけれども、じゃあ、えー、ちょっと夜に、ね、なんか調べ物をしたくなって、で分からない。 でどうしようって時にやっぱり一般的にはなんかいろんなところで基本書とかの書籍とかを買ったりすることが多いと思うんですよねでいろんな本を買ったりして調べたりってことはあるんだけれどもあの1年コースの場合だとその本を買って消化できるっていう可能性はやっぱりあまり高くないんですよね一冊の本をしっかり読み込んでいくっていうことをするのであればやっぱり長期的にね、えー、勉強する 1>, で1年コースというのはとにかくもう論文対策から入っていってまずポンと合格していくということを目標にしますから、まあ、できる限りその辺の,その調べ物であったりとかでその例えば特に本とかを買い出すとねやっぱりいろんな口コミとかあるわけですよ、まあ、この本いいらしいよみたいなのが世の中に結構あってでそうするとこの本がいいんじゃないかってどん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 本買っていっちゃうみたいになっちゃうんだけどあのやっぱりそれはやっぱり学習効率としてやっぱりよくない。 えー、ところはあるんですよねそれはもちろんあのいろんな本を読むことで深まるとは思うんだけれども試験対策という点からするとそこはなるべく、まあ、努力としては別なところに持っていった方がいいだろうということで,でセブンサミットはその時にとりあえず第一期的な調べ物をしたい時に、ねえー、この条文の趣旨なんだろうとか条文を読んだけどよく分からんとかでちょっと判例忘れちゃったから判例調べてみようなんて時には、まあ、セブンサミットはありますからそこのところでまあ引いていくというために使っていくイメージで思ってください。なので まあ民法の講義でもまあ触れるところですけれども、セブンサミットに限らず、厚っこいもの、ですね厚い教材みたいなものを1から10までやっちゃうという学習が、やっぱり一番長期化しちゃう学習なんですね。最後司法試験を受かかってから もしくは司法試験を受ける段階ぐらいだったらそこら辺まで知識は深めていってもいいけれども段階的なんですよねその予備試験を受かるレベル司法試験を受かるレベル司法試験終わって2回試験とかの実務課に出ていくレベルで実務課に出た後のレベルっていうそういう段階見ていくとそのセブンサミットっていうのは大体いい司法試験を受かるレベルプラスアルファぐらいのことが全部載ってるんですよ どうして乗ってるかというと予備校ってどうしても乗、ねね、ってないというわけにはいかないのでやっぱりそこはどの予備校でもそうでですよね。どの予備校でもその教材というのは厚くなっていくわけだけれどもその中で必要なものというのはやっぱりある程度その予備試験レベルだったらそこは絞られてくるので、まあ、できる限りまあ講義メモとかチェックシートといったようなレジュメを見ていってそこで解決できない部分。 そこを調べ物として使うという使い方をしていただければと思います。ですので講義の際にも特段そのセブンサミットは持参しなくても大丈夫です。えー、復習する際にその使っていくっていう時で十分かなと思います。で特に講義でも一部示す時はあるんですよ。 セブンサミットを参照するときあるんだけれども大体プレゼンターで映してそれでまあこういうこと書いてあるよねっていう感じで使うのであの持参するにはあの特に及ばないという形であの大丈夫ですであただ、その一方で,あのあれです、ね、全く使わないというのもちょっともったいないところはあるのであのおすすめなのは、ね、あの判例とかであの出てきた判例だけチェックを入れていくというぐらい。 その読み込んだりはしなくても、例えば講義の中で見たことある判例みたいなものに対して、とりあえずチェックだけ入れておくとかしておくと、後々やるときに、あ見たことあるな、みたいな状態になるでしょう。まあ、そのぐらいの使い方でいいのかなというところではあります。で、その一方で、じゃあ今度は全体構造のテキストですが、まあ、こちらの方は、 あのどういうことが書いてあるかというと、今日話したような内容がある程度細かく載っています、えーまあ、一応1ページ、序論というところで、1ページから20ページまでのところで、その法律のなんか解釈論とか、そういったものについて書いてありますが、こちらは、ね、あのそこまでがっちり、1回目の段階で見るよりは、まあ、後々になってから必要に応じて見ていくという程度で足りるかなと思います。でそ,のその上で その21ページから先は各科目のすごいざっくりとした説明してあります。えー、例えば21ページからであれば、21ページからえ憲法ですかね、21ページから何ページまでかな、えー、と結構な量ありますね、32ページまで、一応憲法というのがまあ,あって、で次の講義、民法になりますけれども、民法は十二ページから32ページから45ページぐらいまで民法。 でその他まあ会社法から始まって各科目の,その全体像みたいなものがここでは書かれていますで使い方としては本来、全体構造編とかだとまあ各科目がまあ民法ってこういう科目、商法ってこういう科目っていう形で7科目こういうもんだよっていうのをまあみあの説明していくっていうのも一つのあり方ではあるんだけれども、まあ、どうしてもあの1年コースの場合もそうだし、まあ、2年コースもそうなんだけどやっていった方がわかるんだよね。 実際に勉強してやってみてそれでこういうもんだって分かってからその全体像を振り返るという方がかえって分かりやすかったりすると思うのでまあこちらについてはあの講義を受ける前にまあ特に読む必要はなくてあの講義が1科目終わった段階のまとめでパッと読むのが一番効率的かなと思いますえ例えば民法は1年コースの場合には3.5時間の講義になるのでえ回数はえと全部で21回ですね で21回、講義があってで21回、講義が終わった段階で、まあ、本当に全部のことがすらすら分かっているかなという確認で、えー、この32ページから、えー、45ページまでの内容をば、まあ、ーっと見てそれで分からないことがあったらやっぱりまずいわけですよね。なので、まあ、見たときに全体としてはこの辺はその全体像をつかめているなという形で各科目が終わるぐらいのときに見ていくと、えーまあ、有益かなとは思います。なののでで、まあ、レジジュメでも一応8ページのところに えー、一応触れてはいますけれども、まあ、あのこの全体構造編で各科目っていうのをまあ俯瞰するっていうのは、まあ、各科目ごとのイメージであったりとか、まあ、全体像をつかむ、えー、とか、まあ、そういったまあ意味はあるので、まあ、それなりにまあ最初の段階で全部見るっていうことはそれなりに意味はあるんだけれどもただ そこまでね、あの、やっぱり大変で回らんっていう。もしその全体像を見るぐらいだったら、先取りでいろいろ見た方がね、あの、絶対効率いいので、まあ、そこはそっちにしていただいて、で、まあ、あの、全体構造編のテキストの使い方としては、その、各科目、まあ、これ受講前って書いてあど受講後でいいと思います。あの、まあ、各科目受講前にあらかじめ目を通していくっていうので、頭に入りやすいよってことは一応書いてはいますけれども、えー、まあ、一年コースの場合だと、 あの週3回、も民法であったらもう約10時間半ですかね、民法の講義が毎週あるので、その俯瞰図というのはもう自動的に作られていきますから、まずは入り口のところはもうとにかく講義で入っちゃって、出口のところですね、受講後の出口の段階で、該当科目の記述を読んで、最後、締めっていう形でやっておくのがまあよろしいかと思います。 ということで、一応ここまでが今日の全体構造編の内容ということになりますが、次回からは1年コースは本論編に入ります。で本論編の民法に入っていきますが、スケジュール的なところはね、全体構造編2回同じものをやりますので、今日の講義を受けていただいた方は、もう1回目の全体構造編は特段受講する必要はなくて、次は入門の えとライブで受けられる方は4月4日の月曜日でえ6時30分になりますで6時30分の講義から本論編に入っていく形になりますので、えー、持参していただきたいのはとにかくレジュメ集ですねレジュメ関係は全部持ってきてください、えー、とあのセブンサミットについてはまあ持ってきても持ってこなくても大丈夫という感じではありますが、えー、とおそらくは郵送されているものとして講義メモチェックシート、えー、事例問題集というのがおそらくありますからそちらの方の持参とあともう一つはえと6本 ですこれは判例のついていない六法を1冊持参していただければと思いますで講義の中では結構六法を引く機会が多くあるのでこちらの方は1冊で特にあのどの六法がいいとかって特に指定しませんのでそれはあの、まあ、本屋さん行って、まあ、手に馴染みそうな六法を1冊用意してもらえればと思いますであとは予習・復習に関しては復習が中心で。 進めていくことになりますので特段の予習は全くしてこなくて大丈夫ですで復習の仕方については民法の講義の中でまた扱っていくのでまずはあのその持参するものというのだけ持ってきていただければと思いますであとは、ね、1回目の講義で多分ちょっとあのこれどうなんだろうというのがあるのでちょっと最,初に最後にこれ説明だけしておくとあのテキスト講義メモというのは合冊版になっている民法という大きい一冊と それからあのセクション一セクション二セクション三という形でかなり細かく分冊されたものの二つのセットが多分送られていると思います。でこちらは内容全く同じです。えっ、ー、と講義メモという形で一冊合冊になっているものっていうのを細かくバラバラにしたのが分冊版になります。でなんでバラバラにしたものを書いたかというとどうしても講義のメモとかをするときとかにそのやっぱりあの何書いていいかとかで 結構迷っっちゃったりすするる人いるんですね今とりあえずメモしてみようかなと思うけれども後々になってこのメモいらないんじゃないかとかね、まあ、そういうふうな形でその、まあ、一元化する時に多少最初のうちは不安があると思うのでその薄い方でも薄い方っていうのはとりあえずもう好きなように使ってくださいっていう手ですだから講義の中とかでとりあえず気になったことをもう汚くガチャ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 書いちゃってそれで あと,あとでまとまった段階で頭が整理された段階で合冊になっている方に必要なものを、まあ、天気とか必要なものをチェックしていくっていう形で、えー、2冊同じものを用意しているっていう形になりますのであのどちらか1冊で大丈夫ですその合冊になっているものを、えー、ドンと持ってきていただいてそれで普通に講義受けていってもいいし、まあ、もしちょっと、えー、書き込んだりとかいろいろする可能性があるなあという場合であればそこの、えー、分冊版持ってきて分冊版の方をまあ その使っていいただくっていう形で個人的には復習する時は、ね、結構分冊版は便利っちゃ便利でその持ち歩く時とかにとりあえず合冊の本で持っているよりはとりあえず講義1回が大体1セクションぐらいになってるからその1セクションになってるものをとりあえず、まあ、折りたたむかどうかは別だけれども、まあ、結構コンパクトにまとめちゃってでそれを復習してでそれであの適当にまとまった段階で合冊版の方に一元化していくと。 で画冊版で一元化した上で一元化した画冊版を最後はメインテキストとして最後まとめていくっていう形でも使えますので、まあ、こちらの方はあのどちらか、えーまあ、いずれかの方を持参していただければということになります。はい ではです、ねえー、と一応、今日の講義全体構造編の方は以上といたしまして、えー、次回からは民法1回目の講義になりますので、まあ、本,本論編という形で、ねえー、結構1回目から本格的な内容が入っていくので、まあ、今日のね全体構造については特段の復習はいらないんだけれどもあの権利外観法理をめぐるあの94条2項の類推的要論については1回目の講義で扱います。 でそれから、えー、と民法の3回目で扱うのが、その時効の、えー、権利承認の下りですね、えー、時効の下りについても民法3回目で扱うので、まあ、その部分については簡単にあの頭の中に残しておくと、まあ、後々有利だと思いますので、まあ、復習するにあたってはそのあたり、メリハリつけていただければと思います。それでは、えー、本日の1年合格専用入門講座、えー、全体構造編は以上といたします。それれでではお疲れ様でした